お運びでございまして御礼を申し上げます。2回目の歌録師匠との二人会でございましてね、いっぱいのお客様でございましてありがたい限りでございますが、先ほどもちょっと袖で、枕切ってたんですけどもね、年が一つしか変わらないんでございますよ、どっちか上かは、まあ、ご想像にお任せいたしますけれどもね、一つしか違わないんですけど、えらい違いでございましてね、今あの前座さんに聞きましたら、もう歌録師匠はお弟子さんが8人いるんだそうでございますよ。もう私なんかね、ついこの間真打ちになったばかしで、もう弟子なんかもう取れる余裕がありませんからね、もう本当にこれはやっぱり経済的に余裕がないと弟子というね、弟子が、ね、自分が食えないのに弟子食わせるのって無理ですから、これはね、これは大変な違いで、またあの、ね、小さい頃から落語やってらっしゃいますから、もう芸歴がもう30年近いですよ、もうね、もうで自分で自分のことをおじさんって言ってましたけどね、今ね、やっぱりなんか自分こう話し方っていうのは年のことを、まあ、気にするところもあるんでございましょうかね。このぐらいの年だとまだまだ、こうそういうような気が起きないと言いますか、もう話し方やっぱり年を取った方が、味も出てくるしね、お客様からもこう納得が、得られやすいんじゃないかしらなんてんで、年を重ねる方がこうなんか嬉しいという、ところがやっぱりあの60を越しますとやっぱりまたこう気になってくるっていうのが、私の師匠なんかが、こうまあ、あのご存知でございますか、演劇と申しまして、ちょっとこんな斜めになってしゃべる話がいるんでございますか。この演劇のところに私が入門いたしましてね、何ヶ月かして言われたことがあるんですよ。いきなりですよ、てめえ俺のことじじいと思ってんだろうとこう言うんですよ、いきなり。こんな理不尽な小言はないでしょね、いきなりそう言うんですよ、ね、そんなこと思ってません、いやお前は思ってる、思ってるはずだなんていうこと言ってね、決めつけるんですよこれがね。で後で師匠の書いた本を読んでみましたらね、あのうちの師匠が入門、まあ、新師匠のところに入門しましたのが、新師匠が60をちょっと越してから入ったらしいんですよ、でうちの師匠は新師匠のことあんまり知らなかったらしいんです、まあ、ある方の紹介でもって新師匠のところへ入って、古典落語だったら今新師匠さんだよって言われて、まあ、入った。で新師匠を見てなんてじじいなんだろうと思ったらしいんですよ。で私が前座で、まあ、演劇のところに入った時にうちの師匠がちょうど60を過ぎてた頃でね、多分もう気にしてた頃だったんでございましょう。いきなり私を見てね、てめえじじいと思ってんだろ俺のこと、これでございますから、やっぱりもう話し方っていうのは、今年のことをまあ気にしたり、いつまでも若く見ていられたいなんてんでね、まあそういうようなこともあるようでございますけれど、私なんかもね、上に見られたりなんかするんですよ本当にね、もうしょうがないですからね、もう落ち着いてますねなんてなこと言われてね、どうしても上に見られたりなんかするんですが、今日は私はね午前中一本仕事がありまして、歌録師匠の向こう張るわけじゃないんでございますが、青山学院の初等科ってとこ行ってまいりました、本当にこれはね、3年生から6年生みんな集まってんのよ、ね、で私と、まあ、柳家三将という師匠と2人でもってお邪魔をいたしまして、で会場はどこですかって聞いたら、こちらですこちらですって呼ばれたのがね、礼拝堂なんですよねこれがね、私初めてやる十字架を背中にしておって落語をやったのは驚きましてね、本当にもう罪の意識でもって落語をやったりなんかするという、そういう仕事を、まあ、午前中にやりましてね、で今日は2時から4時までが、市川の行徳というところがございまして、ここの、介護教室ってんでね、まあ、そういうおじいちゃまおばあちゃまを介護してる方が、まあちょっと息抜きにっていうんで、まあ、落語で呼ばれまして、で私今日この神楽坂はね3軒目なんですよ、もう体がね柳家北八状態でございまして、やる気はあるんですけど、
体がついていかないという、もう四十近くなるとそうなってくるんでございましょうかね。まあとにかく私なんかも上に見られたりなんかして、カラオケなんか行ってもそうなんですよね。もうとにかくね、私歌が古うございますから、大体まあそうですね、まあ灰田勝彦でございますとか、三橋美智也ね、一番新しいところで橋幸夫でございますから、もう古いんですよ私、で大体私と話が合うのが、柳亭市場という師匠がいらっしゃいますけどね、この師匠と一緒に歌いに行ったりなんかすることがあるんですけどね、すごかったんですよこの間、寄席が、まあ二人会終わりましてね、で、まあ、9時頃終わりまして、でこれで、まあ、飲みに行こうなんてんで、私は、まあ、飲めますけれども市場師匠はまるっきり飲めない方なんで、もう食べる専門でね、でまあ、前座さんとかお林さんとかみんなガーッと打ち上げをやって、まあ、終わりましたら12時ですよ、ね、でも師匠どうもごちそうさまでした、ありがとうございました、みんなパーッと帰っちゃって、私と市場師匠と2人きりになって、でまあこれからまあ飲みに行くなんてことは、まあ、まずないだろうと思って、じゃあ兄さんどうもお疲れ様でしたって言ったら、一場所が、じゃあ嬢さん行きやすか歌いに、なんてなこと言ったら行きやすかですからね。で2人でカラオケボックスなんですよ、サシですよこれね、サシでカラオケ、それはね2人はね歌が合うからいいんですよこれは。ただ問題なのがですね、2人でございますからすぐ順番が回ってくるんですよね。で私がまた機械音痴なもんで、今ねこあのカラオケこんなピッピーなんて入れるんでしょ、私あれが下手でね、こじゃあこれ入れてくれなんて言われたんで、こうピッピッピッって、で、ああ兄さん間違っちゃった、違う歌が入っちゃった、大丈夫それも歌えるからって全部歌っちゃうんですから、すごいですよあちらね。それでまあ相手が歌ってる時には、私このもう一役あんな、このうわーって盛り上げなくちゃいけないというね、一人で三役も四役もやらなくちゃいけない、大変くたびれる、カラオケで、でまあ途中中入りを1時間ぐらい挟みましてね、いろいろ話をしたんですよ、その議題がすごいんですよ、なぜ俺たち2人は新宿末広亭に使われないのかという話をですねそんな話をしてどうするんだって、それを小1時間ぐらいやりまして、じゃあまた歌に戻ろうかなんて、で約束がその始発が動くまでっていう約束でカラオケボックスに入ったんですけどね、ずっと2人で交互に歌ってて、で、まあ、一場所がはばかりって帰ってたんですよね。でちょっと目がつり上がってんですよ、どうしたんですかって聞いたら、バカ野郎お前、7時半だ7時半世の中の人みんな働きに行ってんだから、ね、蹴るぞあたらこと言ってね、もう乱暴でございましたね。まあとにかくそういうような歌なんというものもなかなか結構なもんで、あれやっぱりね覚えるってえと人前で歌いたくなるのよね。芸なんてのは何でもそうですよね、もう覚えると人前でやってみたい、私なんかもう一曲覚えるとね、とにかくねカラオケボックスで歌わないんですよ私は、もうカラオケスナックね、人が聞いていないと嫌だという立ちでございまして、そういうんで、まあ、パパパパ歌ったりなんかで、一曲歌っちゃうともうそこで同じ曲歌えませんでしょとね、もう30分か1時間ぐらいでね、パッと店変えちゃうんです。でまた違う店行って、でまたその歌を稽古するというね、歌の稽古しねえで落語の稽古しろってんでねよく言われるんですけれども、まあ、そういうようなわけで一曲覚えるとね、まあ、いろんなとこで歌ったりなんかしまして、まあ、マジックなんかでもそうですな、手品、ね、よくお年寄りがねお孫さんのためになんてんでマジック教室行って覚えてこうお孫さんの前でやるんですけど、もうこんな手が震えちゃってたりなんかしますからね、もう自然とこの種が出てしちゃったりなんかしてね、でもお孫さんは「おじいちゃんすごい!」なんてなこと言って、お孫さんに気ぃ遣わしてどうすんだって話で、やっぱり今人前でやってみたいという、この明治から大正にかけまして義太夫という芸が大変にこの流行ったんだそうですな、まだ青い白と浄瑠璃黒とがり赤い顔してきな声を出すなんという悪口が言ってございますが、まあとにかくお上手な方になるってえと、もう黒と裸足なんといううまい方がいるなと思うってえと、ずーっと下がってくると、これはナスのケツってんだそうですな、ナスのケツだって、どういうわけですかって聞きましたらね、下手なりに固まってるなんてんでね
どうしようもないのがあったそうでございますけれどもね。昔は上野に本木亭という今でもあるんですけどね、講談席がございまして、これは講談は昼しかやらないんですよ。それから夜は空いてるんでみんな貸し席になっちゃう。で、独演会をやりましたりね、あるいはこの義太夫の会なんていうのがありまして、まあ、この畳敷きでございますんで、お客さんみんな来るってえと、もうすごかったっつうの、やじが。ね、歌舞伎の方はってえと、役者さんがちょいとこう見え切ったりなんかすると、屋号というね、とりゃ中村屋なんてんで、屋号を呼びますけれども、話し家の場合はこの出てくるってえと、この待ってました。これが一番ありがたい。この間終わった途端に待ってました。なんてのことを言われてる。がっかりしたようなことはございます。話し家はこの住んでる地名でもって声をかけるというのが、これが約束事でございます。亡くなりました先代の桂文楽師匠、これは上野の黒門町、待ってました黒門町なんて、これは粋でございましてね。私の大師匠五代目古今亭志ん生ってのは、これは日暮里でございますんで、日暮里たっぷりなんて、これはか六代目の圓生師匠が柏木、先代の正蔵師匠が稲荷町、先代の金馬師匠が根岸なんていうか、みんないいとこに住んでらっしゃいますな。亡くなりました新潮師匠がもうおそばでございます。待ってました柳井町なんて、からもうね、粋な地名でございますよ。私も実はね、寿師匠なんていい地名のとこに住んでるんですよ、一応はね。ねえ、ただね、誰も寿師匠なんて呼んでくんないんですよ。私の住んでるね、下1階がね、ちょっと安いね、イタリアンレストランなんですね。で、私が出てくるって言って、お客様が、待ってましたサイゼリアなんて声が上がったりなんかして。あんまり嬉しくないですね、これはね。サイゼリアに罪はないんでございますけれども。まあそういった、まあ、義太夫のやじってのは、これはまた独特だそうで、もう、剣台に捕まって太夫が、うわーって、こう、いいとこ行くってと、よっ、そことこ、どうするどうする、いや、大統領なんてんで、これがね、たった一人だけじゃないです。もう束でかかってるんですから、これは大変で。これをね、寄席の方に持ってこられると、これ困っちゃうんだ、これはね。落語やってる間にね、お客様が、そこそこなんて。どこなんてね。よよ、待ってました大統領なんて、そんな偉いもんじゃない、我々の方はね。どうするどうするなんてんで、まあそういうような、やじがかかったりなんかするなんてんで、まあとにかくこの、大棚の旦那でございます。まあそういうような芸を覚えまして、人前でやってみようなんという。まあやるったって、まあこの目上の人を捕まえてやるというわけには参りません。しょうがない。これはだん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 下の門に来るわけだね。自分がこの、貸しております長屋の住人でございますとか、あるいは店の奉公人に聞かせようなんてんで、まあ聞かされるもんこそいい面の皮でございまして、おいおい、さだや、さだきし、ちょいとこっち来ておくれ。今日はな、私の義太夫の会があるんだ。今な、茂蔵を長屋回らしてるんだ。長屋の人は来るのか来ないのか、聞きに回らしてる。お前ちょいと働いておくれ。すまないけど、蔵からな、新しい座布団を、50枚ばかり出してみんな並べといておくれ。それからね、湯は沸いてんのかい？たっぷり沸かしといておくれ。途中でな、私も汗かいてこう拭いたりなんかする。飲めない方にはお茶を入れて差し上げる。飲める方にはお缶をして差し上げる。湯はたっぷり沸かしといておくれよ。それからね、料理人は来てんのかい？ああ、そうか。腕振るっとくれて、そう言っといてくれ。それからな、こないだ、お菓子を出したら、お菓子も、ところどころに出す。あれはいけませんよ。もう、遠慮なさる方になるってと、まるでお手をおつけにならない。ずずしいなやつになるってと、さんざっぱら食っちゃったあの国、紙くるんで持って帰るなんてのあるんだから。命名に一人一人に出さなくちゃいけませんよ。それからね、師匠は来てんのかい？ああ、そうか。調子を一本型負けてくれて、そう言っといてくれよ。もう、汁間のおかずだよ。ちょいと辛いなと思ったら、喉にピタリときたよ。気がないんだよ。私が義太夫の会があるってと辛いおかずをこさえたりなんかする。気がないんだからね。いや、ちょいと調子を一本方負けてくれって、そう言っといてくれ。それが、お前、手が空いてんのか？すまないけどな。さらしをごたんに、生卵を買ってないが、さらしと卵で怪我人が出ましたかって、お前どうしてそれバカなこと言うんだお前は。そういうこと言うと、お前、目の玉指つこで書きましょう、お前は。そうじゃん。何年うちにいるんだよ、お前は。義太夫なんてのは語り物なんだから。こう、腹にさらしを巻いて、卵を飲んでいいのどう聞かせる。そのぐらいのことを分からなくちゃしょうがないじゃないか、本当に。おい、それから剣台はどう、この間あつらえた新しいのがあったら、あれ今日出しておくれ。何が、洗面器いりますか？私は二日酔いじゃないんだ、私は。
気持ちが悪くてこういう声を出してんじゃない、喉の調子を調べてるんじゃないか、本当に。まあどうもしょう、おい、どうした、え、しげぞうが帰ってきた、そうかそうか、すぐこっち、おお、しげぞうか、行ってきてくれたか、え、旦那様、行ってまいりました、そうか、ご苦労ご苦労、長屋を回ってくれたか、え、お長屋をくまなく回ってまいりまして、そうかそうか、すまなかったな、こないだな、え、あの佐々木市を回った、あいつはバカでな、あの提灯が回るの忘れた、あれがまた私に輪をかけて義太夫が好きなんだよ、え、こないだ表でやって嫌なことを言われた、旦那様、こないだ義太夫の思い押しがあったそうなね、私だけお誘いがないのは一体どういうわけですか、なんてんで嫌味を言われた、提灯屋回ってくれたか、提灯屋さん井の一番に回ってまいりまして、そうかそうか、あの提灯屋喜んだろ、大層なお喜びでございまして、何でもあのお得意様に、開業式がございまして、明日の朝8時までに、宝月提灯を368ばかりあつらえなくちゃいけないってんで、もうおかみさんと手を真っ赤にしてこさえてるような次第でございまして、まあそういうわけであるから今日は誠に申し訳ないけど、またこの次の機会に。そうかい。かわいそうなやつだね、あいつは。え？いや、ほんと、年回りが悪いんだよ。こないだといい、今日といい。私の議題も聞かれないなんて、年回りが悪いんだ。今度、差しでみっちり語ってやるからって。そう言って励ましてやんな。そうか、そうか。それじゃ仕方がないな。小間物屋どうした？小間物屋さんは、あの、おかみさんが臨月でございまして、子供が生まれるのが、今日か明日か一昨日かというぐらいでございまして、で、なんつうの、子供が生まれるというのに、旦那の議題を聞いてたなんてことが、これ、後々、お里方へ知れますと、これまた、後で厄介なことになりますんで、じゃあ、誠に申し訳ない。いいんだよ。構いませんよ、そういうことならば。私だってね、何か胸にこうね、一つあって、芸を聞かれたんで、こっちの方がたまりませんよ。いいんです、そういうことならば。そうか。金物屋どうした？金物屋さんは何でございます？無人がございまして、これは初回で親もらいの無人だそうでございます。初回で親もらいの無人に行かないというわけに参りませんので、誠に今日は申し訳ない。いいんだよ。用があるんじゃ仕方がないじゃないか、本当に。こっちは遊びでやってるんだよ。いいんですよ。シャレでやってるんだから。用があるんじゃしょうがないじゃないか、本当に。豆腐屋どうした？豆腐屋。豆腐屋さんは何でございます？お得意様に年会がございまして、明日の朝8時までに生揚げとガンモドキのあつらいが368ばかりあるそうでございます。もう一生懸命仕込んでるような次第でございます。で、生揚げの方は水気を切ってさっと入れればいいんでございますが、ガンモドキの方は中に入るものがございます。ハスにごぼうにチソのみなんてものが入る。で、ハスの方は、皮むきで剥きまして、包丁渡してすっと入れればいいんでございますが、ごぼうの方は皮むきでやりますと、幅が広く剥けていきます。この包丁で削ぐようにして脱ぐ、これがまた熟練を要するそうでございます。で、このチソの実でございますが、これはある自分はいいんでございますが、ない自分はこの塩漬けになっております。で、この漬物屋行って買ってくるんでございますが、そのままそれをドーンと入れるってと、この塩辛くなっていきません。この塩出しをするんでございます。これあんまり水へ漬けておきますと、これはまた水っぽくなっていきません。ほどの良いとこで揚げるというのもなかなか難しいです。で、油の方はこのごま油の方がカラッと。何を言ってるんだお前は。誰がガンモドキの製造法を聞いてる。豆腐屋は来るのか来ないのか、というわけでございますから、誠に申し訳ないけど、今日は伺われない。ならそうと鼻から言えばいいじゃないか。ああでもない、こうでもない。頭はどうした、頭は。何のために普段から印物一枚もやってると思ってる。頭はどうした。頭は何でございます。成田の工場にごたごたがございまして、とても深川の出張所じゃ収まらないということになりまして、朝一番でもって明日、成田へ立つそうでございます。朝一番電車と申しますと、これ5時35分でございます。この間5時36分に行きましたら、車掌の後ろ姿だけ見えまして、にっこり笑って手を振って、何を言ってんのお前は。小沢の旦那はどうした。小沢の旦那、小沢の旦那は何でございます。内緒で土地を買ってたことが世間にバレまして、とても、伺われないということでございます。じゃあお前な、長屋の者は一体誰が来るんだ。え、誰が来るんだ。誰、誰、誰という方は来られないんでございます。お前ちょっと前出ろお前は。お前はね、この口数が多い、無駄口が多いんだよお前は。長屋を回ってきました、誰も来られません、これで済むんじゃないか。誰が来られません、彼が来られません、
高い米を食って無駄なことを言いなさんな、しょうがない、長屋の者はどうせお他人様だ、もう用があるんじゃしょうがない、こんだけの支度をしまったらしょうがない、じゃあ今日はいいや、特別に店の者に聞かせようじゃないか、一番番頭の右兵なんざどうした、一番番頭様なんざ今そこでお会いをしたんでございます、で今日はなんか店が騒がしいようだが一体何かあるのかって聞きますから、今日は旦那の義太夫の会がございますと言いました、ああそうか、俺ちょっと用を思い出したって、今お出かけになりました。二番番頭はどうした、二番番頭様なんでございます、ゆんべちょいと、お客様とご接待がございまして、ちょいとお酒をいただきすぎたってね、二日酔いでございまして、先に休んでおります。東蔵はどうした、東丼はなんでございます、かっけでございまして、足がガクガクするというね、もう旦那の芸をまさかあぐらがきで伺う、そんな失礼はまねはできないってね、休んでおります。峰岸はどうした、峰丼は何です、胃痙攣でございまして、もう胃がねじれるように痛いって、もう黄色い水を吐いてるような次第でございまして、文吉はどうした、文丼は何です、吐いたでございまして、もう顔がこんなに腫れてるような、もうとても人前に出せるような顔じゃないってんで、伏せっております。孝太郎はどうした、孝丼は何でございます、祭でございます、全くでございます、あれがまたくだらんもんでございまして、まことにこういう具合であるからってんで、何にしましょうな、なんだ何にしましょう、孝丼は何です、眼病でございます。おい、眼病ってのはお前目が悪い、財でございます、眼病は目でございます、側痛が足でございまして、脳病が頭、何を言ってんだお前は、耳が悪くて義太夫が聞かれない、これは話は分かります、目が悪くて義太夫が聞かれない、これ一体どういうわけ、私旦様に逆らうようなことを申し上げます、いやこれはもう旦那の前でこんなことを申し上げては大変に失礼でございますが、旦那の芸は大変にお上手でございます、悲しいとこへ参りますと自然とこの涙というものが出てまいる、この涙というものが目に熱を持って大変に毒であるから、旦那の義太夫だけは聞いてはいけないよという、名者からのお達しでございまして、先に休んでおります。バーヤーはどうした、バーヤーさんは巣箱でございまして先に休んでおります。家内の姿が見えないね、家内は、奥様は何で、今朝実はお会いいたしまして、茂蔵今日はなんかうちの人がそわそわしてるようだけど何か今日あるのかって聞きますから、実は今日は旦那の義太夫の会がございますって言いました、そうかいってんで坊ちゃん小脇に抱えてお里へお帰りになりました。茂蔵お前はどうなの、はい、お前はどうなの、えっ、私でございますか、私は今ここへ座っております、そら分かってます、お前の体の具合はどうなの、私の体の具合、私は今お長屋を一人で回ってまいりまして、さほど疲れたというほどのことはございませんが、一人で回ってきたもんでございます、だそれはご苦労様と礼を言ってます、お前の体の具合はどうなの、私の体の具合は因果と丈夫でございます、なんだ因果と丈夫だ、生意気なことを言うな、人間無病息災こんなありがたいことはない、なんだそれお前は、そんな因果と丈夫、生意気なこと言うな、誠に申し訳ございません、いや私は別に旦那のご機嫌を損ねようと思って申し上げたわけじゃございません、つい口からポロッと出てしまっただけで、わかりました、私が一人で伺えばよろしいんでございます、それで皆さんが助かるなら私が一手に引き受ければよろしいんでございます、何私だってまだ年や若うございます、旦那の義太夫の一段や二段伺ったぐらいで結核になるようなことはございません、私が伺います、さあ旦那どこからお方になりますか、首からお方になるか、肩からお方になるか、ケツからお方になるか、どうぞお語りくださいませ、国を出る時におふくろがそう言った、あの旦那はいい旦那だ、あの旦那はいい旦那だけども義太夫の時だけは気をつけろと、ゆゆとばかりに泣き崩れ、バカ、ああ分
分かった分かった、え、私の義太夫がまずいから、え、そうやって仮病を使ったり用をこさえたりなんかして、ああ、結構結構、私も語りませんよ、やりませんよ、私は冗談言っちゃいけないよ、本当に、え、この長屋でもってな、義太夫の義理人情、ええ、この情が分かるやつなんて一匹もやしね、え、あの駒場の屋のカカ、あんなに払うカカはないねば、え、とにポコ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 、子供ばかり産みやがって、十四松だ、まるで本当にな、え、資金に払われてやる泥棒猫の始末だね。またあの金物屋の鉄道、あんな無人な好きなやつはないれば、え、初回になると満開になり、満開になると初回になり、無人ばかりやってやる、え、あんなやつはな、人のいない遠くの島国に連れてっちゃえ、無人島ってのはこれから始まったんだ、え、しげぞ、お前ちょっと前出なさいよ、お前は、え、お前いいかい、義太夫なんてお前にこんなこと言っても仕方がないけれども、いいか、義太夫なんというものは昔の方が、え、筆を取って苦心に苦心を重ねて、え、こら、こさえたもんなんだ、え、本を強みにしたって自然と涙というものが出てくるもん、それを私が何でも節をつけて語ってやってるんじゃないか、何が節がつくだけ情けねえ誰だなんか言ってるやつは、それ私は下手です、そうです、押すね、お前は私は下手だよ、私は下手だけど、私素人だ、え、皆さんからお金を取っちゃいます、何がこれで金を取りゃ詐欺だ誰だなんか言ってる、おおい、ちょいとお前な、え、あのお師さんにな、え、あのお帰りいただくように、お模様替えになりましたって、お帰りいただき、それからな、お前ちょいと もう一回り長屋回ってきておくれ、え、明日の12時限りみんな玉立て、何が乱暴なことがあるもんか、え、ちゃんとこっちにはな、いいか、いつ一家お入り用の説には、え、棚を受け渡しますと、え、棚受け帖文の一筆が入ってんだ、え、明日みんな、それからね、え、店のもんだってそうだい、私のうちにいりゃな、え、私の下手な義太夫の一段も聞かなきゃならないんだろうか、みんな出てってもらうか、ふざけやがって、本当に、え、もう湯なんざもう開けちまえ、料理なんざ捨てちまえ、現代踏み壊せ、私は寝るから、なんてんで、まあ、頭から湯気出して怒って寝込んでしまう。そこにはちょいと長屋にも頭の切れる方がございまして、この方が長屋を頼むようにして回ってまいりまして、旦様、旦様、なんだ、いとも越えに来たのか、いや、いとも越えではございません、一つ義太夫をお語りがいただきたいんでございますが、やりませんよ、私はやりません、語りませんよ、冗談言っちゃいけませんよ、私をバカにしてもらっちゃ困るねば、私は皆さんのおもちゃじゃないんだ、私はやりませんよ、いや、私はいいかい、ね、これっきりにやめっきりにやめるんじゃないんだ、ね、皆さんの前でやらないと言ってるだけなんだから、私はやりませんよ、語り、そんなことおっしゃらない、もう一段でも二段でも結構でございますんで、お語りをやりませんよ、私は語りませんよ、おい、ちょっといいかい、お前ちょっと前出なさい、あと一寸五分ばかり前へ、え、いいかい、ね、お、これお前、私の立場だったら語れるかい、語れないだろ、いいか、芸なんてものはな、こっちで語りましょう、そっちで聞きましょう、息というものがピタリとあって初めていい芸なんてのはできるんだよ、え、こっちで語りましょう、そっちで背中を向けてて、いい芸ができるわけないだろ、旦様お言葉でございますが、もうみんな聞きたいってんで集まってるんでございますな、みんな聞きてえな、ほらほら、みんな縦にうんうんって首振ってますよ、何が、横に3人振ってる、バカだろ、5人しかいないのに3人横に振ったら目立つじゃん、そんなことおっしゃらない、一つ、お語りを、やりませんよ、私は語りませんよ、私はもう皆さんの前でやります、何が、旦那は芸をもったいつけてます、何を言ってるんだよ、お年をいつ芸をもったいつけた、私はそんなことはしませんよ、何が、旦那は芸惜しみをしてます、何を言ってるんだよ、私は芸惜しみなんざしません、いいかい、芸惜しみってのはね、黒人が芸をやらないのを芸惜しみってんだよ、え、そう、私は素人だ、私は芸惜しみなんかしない、何が、え、いや、それをお前違うよ、お前はそういうことを言ってくれちゃう、何が、うんうん、いや、それをお前ね、そんな、うんうん、いや、それはお前、そ、うんうん、それはお前おかしいよ、お前は、え、いや、そういうことをね、お前、うんうん、それはお前、そんなはずはないだろう、お前、うんうん、いやいや、うんうん、それはお前、そんなはずはないだろう、お前、うん、うん、それはお前、うん、うん、私の芸を聞かなきゃ
帰らないって長屋の者そう言ってんのかい？いや長屋の者も好きだね。そうか、じゃあまあ仕方がない、一段だけ語ってやるが、どうもありがとうございます。おいおい、あのな、とにかく模様替えが模様替えになりました。すぐあのおっさん迎えに行っておくれ。もうあの自動車の方が早いよ。それからの湯はどうした？開けてしまった？料理は捨ててしまった？おい、剣台踏み壊しはしないだろうな。どうしてこういうこととなると仕事が早いのかね、みんな。そういうことを言い出したら1時間ぐらい待つもんですよ、本当に。おや、どうしたい？豆腐屋さん、何か仕事があったり。どうも申し訳ございません。いや、仕事はある。仕事はあったんでございますけど、まあ、とにかく私が義太夫が好きなもんでございますから、もう気になって気になってしょうがない。もう今頃旦那はどの辺をお方になっていらっしゃるのかな。皆さんはどうやって逃げてらっしゃる。そんなことは、なんつって、もうとにかく気になってしょうがない。もう生揚げを本当の生揚げにいたしましたりな。がんもどきのこんなでかいのをこさえたりなんかしまして、もう、まごまごしてるってと、うちのかかあが、そんな気になるんだったら、お前さん聞いてらっしゃいってん。もう、俺が行っちゃったら仕事が上がらねえじゃないか。いや、もうとにかく、他から職人を都合しても間に合わせるから、お前さんは聞いてらっしゃいってんで、他から職人を都合して伺ったようなわけで。偉い。偉いね、お前さん、その一言だ。ねえ、私今まで胸の中でもや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 してたんだけど、今の一言で、スーッと晴れた。いやー、嬉しいね、私は。なんだ、手間代よ。別、そんな、職人の手間代ぐらいは、私が後で何とでもしますよ。今日は本当に嬉しい。一つ今日は、みっちり語ろう。よろしくお願いいたします。おや、頭、お前さん明日成田行くんじゃ、もう成田行くなんてあんなの嘘っぱちで、あの嘘っぱちやらさ、ほんとっぱちでございましたね。もう、重蔵さんが長屋回ってきましたね。今日は旦那の義太夫の会があるってんで、これは偉いことだ、いや、偉いことじゃなくて、大変な、違うな、そうじゃなくて、みんな、島でよかったな、なんてなことをね、一産でございますよね。もう、旦那ぐらいいい方あるでしょ、へんで。もうね、うちの者に、外の者に、内外隔てなくいい旦那。たまに傷なのがこの義太夫なんや。どうしてあの金を払ってあのひでえ声を出していく。私今何を喋ってるんでございましょうか。働いておくれ。バカだね、あの頭。パー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 喋ってやって、本当に。今日はね、いいかい、ミス打ちで語るってんだ、旦那が。ミス打ち。網の目にも風止まるってぐらいだから。おい、ちょっとみんな、料理どんどんやってくれ、料理を。もう今日は料理だって一流だよ、もうバンバンやってくれ。そこは酒もね、どんどん遠慮しないで。などの木一本ですよ。もうガブガブやってくれ、ガブガブ。もう遠慮しない。ガブガブやって。ガブガブ飲んで神経殺さなきゃあんな声は聞かれませんよ、まったく。どんどんやってくれ。ちょっとそのお膳を佐々木さんのおばあさんのとこ持ってってあげなさいよ。そのお膳を佐々木さんのおばあさんとこ持ってってあげなさいってんだよ。今年96だよ、あの人は。96であの義太夫を聞くんだよ。ってかわいそうだ。この間、岩田の隠居、岩田の隠居さ、耳が遠いもんだから、一番前に座らせるってと、こっちはね、ずる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 って後ろに下がって、畳を上げてこうやって切ったね、だ旦那の義太夫がうわーって始まった途端だよ。あの義太夫が隠居の胸にドーンと当たったんだね、岩田の隠居、ステーってしびれちゃった。ところがあの旦那は義太夫となるってとわけわかんなくなっちゃうんだね。そのしっくり返ってる、岩田の隠居の上、馬乗りになってね、胸ぐらをつかまってて、うわーって義太夫を語り込んだよ。もう失点抜刀の苦しみだね。あんまりかわいそうだから、畳を跳ねのけて、旦那勘弁したい、岩田の隠居は耳が遠いんですからって言ったらね、じゃあ上号を持ってこいって、あの上号を耳へ突っ込むってと、義太夫をうわーって語り込んだ。もう頭の中義太夫が渦巻いちゃって、大変だよ、医者連れてきてさ、脈取って胸開けるってと、ここのとこ胸のとこあざだらけだよ。あ、旦那の義太夫がバカ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 当たったんだよ。かーとも熱を測るってと大熱ですよ。で医者が聞くんだよ、この熱は一体どういうわけで出た熱だって聞くからね、これは旦那の義太夫を聞いて出た熱ですって言ったら、じゃあそれは義太熱だって、そう言ったね。なんでその義太熱だって聞いたらね、節々が痛むなんて、そういうダジャレを言ってね、この間ね、医師免許剥奪されたね、今度参議院選出るって冗談じゃないよ、本当にバカなこと言うんじゃないと、おいおいちょっと見ろ、頭を下げなさいってんだい、旦那の義太夫が始まった、当たったらどうするんだい。
った命知らずだねお前たち本当に。えいいからどん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 、おいおい金ちゃん金ちゃん何やってんだよ。えすいません私はちょいとね甘党なもんですからね、この羊羹をいただいて申し訳ない、本当はね甘いもんも医者に止められてるんですよ、うん、食べちゃいけないでも目の前にあるとついついね手が出ちゃう、おいおいその羊羹なんて食べてないで、えいいから褒めなさいよ、え褒めなさいっての、何があの義太夫冗談、あんな義太夫褒められるわけないでしょ、わけないでしょ、やんなきゃしょうがない、わかりましたやりますよ本当に、よっそこそこどうするどうする、まいじょー羊羹羊羹褒めてどうする、いやどうするどうする泣いたじゃーなんてんで、まあみんなやけになって褒めております。旦那の方はもう三味線のマナンザ待つんじゃございません、ただじゃん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 なってりゃいてやつで、そのうちに座がシーンと静かになってまいります。さあこれは私の義太夫勘に耐えて聞いているんだろうなってんで、水をスーッと上げるってえと貸しに上がったマグロみたいにみんなそこへゴロ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 寝ておりました。あらなんだみんな寝てやがって、ちくしょうめ、うちはキチン宿じゃねえんだ、またほらこんなとこで番頭が寝てやろう、本当におい起きろ番頭起きろ、どうするどうする、何がどうする義太夫は終わりだ、ありがとうございました、お忘れ物ございませんに、あり、この野郎鈴本の前座と間違えてやろこれを、いいか、お客様が眠気をさしてきたらいいか、お前がお茶を差し替えるとか、お酌をして回る、お前が大越するのがお役目じゃないか、それなんだお前は、井の一番に寝やがって、一番おしまいで寝ました、なお悪いよ、おい誰か泣いてる声が聞こえるぞ、どうし誰だ、おいそうだ知らないよ、いいからこっち来なさい、どうしてどうしてお前何がな、何悲しい、何が、悲しゅうございます、番頭見てみろ、こんな小さな子供だってな、私の義太夫が悲しいってんでこうやって蚊に耐えて泣いてるんだ、それなんだお前は、四十の五十の重箱みたいに閉じばかり飾る、あーかわいいやつだな、そうかお前今日から番頭にしてやるからな、かわいいかやつだ、どこが悲しかった、ん子供だから子供の出てくるところか、うまかた三吉小別れか、そんなとこじゃないそんなとこじゃない、んじゃあ宗五郎の小別れか、そんなとこじゃないそんなとこじゃない、んじゃあ仙台萩か、そんなとこじゃないそんなとこじゃない、うんじゃあどこが悲しかった、あそこでございます、あそこでございます、あそこだい、あそこは私の義太夫語った床じゃないか、えあそこが私の寝床なんでございます。運びでございまして御礼を申し上げます、どうぞおしまいまでごゆっくりとお遊びを願いますが、私も今日は昼間うちが新橋の金田中さんなんというところでね、二席ほどおしゃべりしてきたんでございますけど、お客様がもう二十数名というね、お座敷でございますから、もうあちらはもうなかなかやりにくいですね、やっぱりね、もうこうね、こういう後ろに向きの姿勢でございましてね、やってごらん聞いてやるからこういうような感じでございまして、まあそこ行くと深川大変にやりやすいんでね、ありがたいもんでございますけれども、まあ、今日こちら講座終わりますとまた明日から私も旅でございましてね、まあ旅と言いましても別に自分探しの旅に行くことがそういうわけじゃございませんで、まあ、話し家の場合は旅と申しますと、これはもう地方をまあこう回るというそういうようなことをまあ旅とこう言うんでございますけれどもね、ちょいとまあ地方でございまして、メキシコというところへ行ってくるんでございますけれども、
船旅でございましてね、もう船はもう4月の半ばぐらいにもう出ておりまして、まあ、90日かけてこの世界を一周するというこういうまあ船なんでございますけれど、お客様はこうやって聞くってとな、いいな話か、なあくだらねえことパー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 言いながらそうやってな旅ができんだからいいだろうなんてことをまあおっしゃる方いるんでございますが、これがなかなか大変でございましてね、もう何しろもう缶詰でございますからね、3週間、ずっと同じ部屋でもって、でこの一番つらいのがお客様が全員同じというのがね、つらいですよこれは、もう同じ枕はもう喋れませんしね、ネタだってそうですよ、もう4月から乗ってる噺家だっているんですから、それを全部避けて、まあ、おしゃべりをしなくちゃいけないってんでね、まあ、3週間ほど乗るんでございますけれども、まあ、何席やるかは分かりませんけどもね、まあ、ここ14、5年ぐらいでございますか、そのお仕事、まあ、させていただいてるんでございます。大体いつも3週間ぐらい乗るんでございますけれども、まあ大変ですよ、ね、もう自分が1席やるだけじゃこれ収まらないんですからね、いろいろ他にも仕事があるんですよ。例えばあのお客様がファッションショーやるから審査員やってくれとかね、隠し芸大会をやるからそれの好評を言ってくれなんというような仕事もあるんですよ、でまあ普通だったらなんかこうね言いたいこと言ってりゃいいんですけど、何しろもう船のお客様ですからあんまりけなしてもいけませんしね、これはね、もうな、もう本当に何を言っていいか分かんないというような芸をやられる場合もありますんでね、本当にリハーサルの段階から見て、で自分の部屋に帰って一生懸命何を言おうかななんて考えたりなんかするということもありました、一番ひどかったのはまあもうそうですね、夜の10時半とか11時ぐらいでございますかね、もうちょいと缶ビールでも一杯飲んで寝ようかしらなんて思ってるところへその部屋に電話かかってくるんですよね、バーテンさんから、すいませんあのバーでございますけど、あのお客様があの菊之丞さんと一緒に飲みたいと言ってるんですけども、今から出てきていただくわけにはいきませんでしょうかって、こういう電話がかかってくるんですよね。いないって言ってください。言えないんですよこれが、自分の部屋でございますからね、留守電なんてものはありませんのでね、もう出ちゃったからにはもうしょうがないんで、じゃあ分かりまして行きますよなんてんでね、また着物へ着替えましてね、バーに行ったりなんかするんですよ。でまあわざわざ噺家を呼んでね、飲みたいというぐらいでございますから、まあ噺家のなんか裏話でも聞きたいってんで呼び出してね、かなーなんて思いまして私は行くんですよ。ただねすごいんですよ、もう向こうのお客様がね、もう私が、ね、自分がこの一生懸命若い頃から働いて一代で財を成してこの船に乗るようになったまでのサクセスストーリーを延々と語っていくのね。でそれを私はただ聞くだけ、もうまあそれはお酒はねこう飲んで一緒に飲みますけれども、もう私が喋る言葉ってのはね3つしかないんですよ。へえそうですか、すごいですね、これ3つだけ。もうお相手しながら、あ俺ノイルコイルなのかななんて思ってそれぐらいなもんでね、でもうさ向こうがさんざっぱら飲んじゃって酔っ払っちゃって、私呼び出されたんですよ、呼び出された、じゃあ俺酔ったからもう帰るわって先帰るんですからね、弱っちゃったな、でもまあいいや、ね、お酒ごちそうになってんだからなんか言えねえかなんてんでね、まあ、それをこう一杯飲み干して、じゃあもう一杯ぐらい飲もうかな、もう一杯ぐらいいただいて、じゃあすいませんけどあとお願いしますって言ったら、バーテンさんが、あ菊之丞さんの分はあのこれ別々になってますからって、割り勘なんですよこれが。驚きましたね、はあこうじゃねえって言って、やっぱりお金なんてのはたまらないんだな、思いましたですけどもね、まあ、いろんなご商売なんてのはございます。まあそういうね、どこでもってそういうお金が湧いてくんのかしらなんというようなご商売の方がいらっしゃれば、我々みたいな、まあ、しがない商売もございます、いろんなこのご商売がございますですけれどもね、物を売って歩くなんという商売は今大変に少なくなりました、この表をなんか担いでね、売って歩くなんというような、商売は今少ないですな。私がまだ子供の頃には豆腐屋さんなんてのはまだラッパ吹いてきてましたですけどね、今もう豆腐、売って歩くなんというような
ような、ご商売もなかなかございませんですが、もう今ネット通販なんてんでね、もう電話あるいはパソコンなんかでパッと行くともうすぐ品物が来るというぐらいでございますんでね、まあ、そういう売って歩く商売というのは今は少なくなりましたですが、昔はこの売り声でもってしきじきが分かったなんていうことを申しましてね、春になるってえとこの苗を売りに来る苗屋さんなんてのが来たそうでございまして、朝顔の苗屋、夕顔の苗、おい苗屋さん来たよ、もう春だね、なんてんで、まあ苗屋さんが春を運んできた、夏場になりますってと金魚屋さんなんかやってまいりまして、めーどこー金魚、おい金魚屋さんだよ、もう夏だね、なんてんでね、まあ夏を金魚屋さんが運んでこよう、なんという、その昔あのイワシ屋さんと古い屋さんが喧嘩したなんてごくバカバカしい小話がございましてね、イワシ屋さんという、これはもう今貸しで取れてピンピンしてるってんで、威勢よく売ったのがイワシ屋さんだそうでございまして、おうイワシ来い、おうイワシ来い、なんてんで、まあ、威勢がよかったね、古い屋さんというあの古いだけを売りに来るなんという商売が昔あったんだそうですがね、この二人が喧嘩したなんてんで、おおイワシ来い、おおイワシ来い、古い古い古い、うるせえこの野郎、なんだこの野郎、今貸しから取れてピンピンしてんだこの野郎、因縁つけんない、いやそうじゃないんですよ、私あの古い屋なもんですからね、古い、俺が売ってるイワシが古いみたいじゃないかよ、離れてやれ、いい、私もこの町内がお得意なもんですからね、ダメなんですよ、離れてやれってんだよ本当に、おおイワシ来い、おおイワシ来い、古い古い古い、うるせえこの野郎、いけませんよ、お互いご商売、商売じゃありませんかね、仲良くやらなくちゃいけませんよ、私が間に入るってとうまくまとまりますよ、うん、お前さん何商売だい、私はねそこへらに落ちてるこの、鉄のくずやなんか拾って、歩いたりする、私はね下金屋ですよ、んお前さんいいから先に立ってやんなさい、じゃあ行こう、おおいわーし来い、おおいわーし来い、古い古い古い、その後から古金古金取り消して歩いたという、バカバカしい小話のようではございますが、下町の風情がちらっとにじんでるような気がいたします。まあ威勢がいいとなりますと、この号外屋さんなんてな、これは威勢が良かったそうですな、今まあねネットさ、あるいはまあそういうものでニュースがピャッといっちゃいますから、号外なんてのは売ってはおりませんけど、それでもまあなんか大事件がありますとね、まあ大きな駅の周りでもって、まあ、新聞社のサービスでこの号外なんての配ってますけれども、威勢が良かったそうですな、鉢巻なんぞを巻いてね、輪なんぞ振って号外だい号外だい号外だいなんて、あの号外屋さんも威勢よくやってくると、あどんな事件があったんだろうってこれ買いたくなりますがね、これ田村正和みてえな号外屋来てごらんなさいよ、これは買いたくないですよ、これは号外です、奥さん号外なんです、ピピッとコンロ、そんなことは言いませんけど、これは買いたくないですな、先々の時計になれや小飽きゅうどなんというね、豆腐屋さんが来たから何時だよ、あ納豆屋さんが来たから何時だと、もうその時間時間にピタッピタッと行かれるようになれば、まあ飽きんどしとしてはこれはまあ、成功なんだそうでございましてね、まあ、売り物によって売り声というものもそれぞれ変わってまいります、大根とつけべき文字につけもせずいらぬごぼうをごんぼうというなんていうんだね、大根というのはあれ「ん」の字をつけるっていうとこれはどうも売り声にならなかったそうですな、大根大根大根なんて大根に巣が入っちゃったみたいでね、ほら「ん」の字を取って売ったんだそうでございまして、「でーこでーこーでーこー」なんてんで「ん」の字を取った、じゃあ取った「ん」の字をどこへつけるかってと、これはごぼうの方へつけたんだそうでございまして、「ごんぼうごんぼいごんぼい」なんてんごぼうだけじゃ売り声にならなかったそうですな、ごぼう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 、うちの流しみたいでございまして、続けてやるとなお具合が悪い、ゴボ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 なんて、ね、お風呂で一発やったみたいでございます、笑ってる方は経験者でございました、さつまいも、あれはこの、生で売る時とふかした時と油で揚げた時と2通りガラッと売り声を変えたのがさつまいもだそうでございましてね、やっぱり生の時はこの身が詰まってて硬いですよ、硬そうに売ったんだそうでございまして、芋やさつまいもそんな硬くやらなくてもいいんでございますけどね、
孵化した時はこの湯気がポーッと上がって柔らかそうに孵化したてのさつまいもわわわわわわわあ、これはもう柔らかそうでね、油で揚げた時は滑るように言ったんだそうでございまして、おさつの丸揚げなんてねそんな滑らなくてもよろしゅうございますけれどもね、くず屋さんという商売はこれは今もございませんね。まあ落語家お芝居の世界でございますな、風情がありますですよ、このちょいと夏場ね、うたたれなんぞしてるってえと風鈴がチリーンとなってね、遠くの方からくずいお払いなんてな、これはもう風情がありますですけれども、あのくず屋さんもくず屋と呼ぶ声でもって、あ、これは儲けがあるな、あるいは儲からないなって分かるようになるまでには、まあ、大変な修練がいったんだそうでございましてね、大きな声で呼ばれるというのはあんまりこれは儲けはなかったんだそうですよ、もうくず屋なんて言われて、へいなんて行くと、ふんどし買えなんてなことを言われて、あんまり儲けはなかった。それこそ世間をはばかるように若い女の人が小さい声でもって、ちょいとくず屋さんなんて呼ばれると、これは世間で内緒でいいものを売ろうってんで儲けあったんだそうですな、あるくず屋さん、裏長屋をくずいお払いとやってまいりますと、一番奥のこの角の戸が薄めに開きまして、それこそ若い女が世間をはばかるように小さい声でもって、ちょいとくず屋さん、えなんだよ、あんなとこで若い女が呼んでるよ、若い女が小さい声で呼んでるって時は儲けなんだい、向こうが小さい声ならこっちも小さい声だ、へい、お呼びですか、紙ちょうだいなんてね、これは小さい声でも儲けはなかったんだそうでございますよね。道具屋さんという商売はこれは今でもございますんですが、今みたいにこの数がね、これは今はまあだんだん少なくなっておりますけど、昔はこの道具屋さんというのは大変に多かったんだそうでございまして、というのはこの引っ越しをするときに、今はまあ引っ越し業者みんな頼みますけれども、昔はそんなことをしなかったんだそうですな、もうのんきなもんでございまして、その自分が今住んでるうちの近くの道具屋さんにそれを道具を売っ払いまして、また引っ越した先の道具屋でもって同じような道具を買うってんでね、ですからあんまりこの昔の人は道具に執着がなかったのかもしれませんですけど、まあとにかく骨董商ね、上の方になるってえともう美術商なんてなことを申しますが、ずーっと下へ下がってくるってえと、これをゴミをはたくなんてんだね、ガラクタモンのことをゴミ、それを商うのをはたくなんてん、ところがああいうところには掘り出し物なんてのはございますから、これはもうね、そういうとこご趣味の方はこの覗くなんてのは大変面白いんだそうでございますが、ごめんくださいまし、ごめんください、はいはい、いらっしゃいまし、お宅になんかね、珍しいものはないでしょうかね、珍しいもんってどういうどういうってほら珍しいんですからね、ここにもあって隣もあるってんじゃいけないんですよね、なんかここだけにしかないというような珍しいものありませんかね、はあそうですな、今そういうことを言うお客様が多いんでね、まあこれといったし、おありました、一つだけありました、あった、方々を探した甲斐がありました、どんなもんでしょうな、これなんです、手紙なんですがね、恋文なんですがね、ほうほうほう、恋文面白そうですな、どんなもんでしょう、これなんですけどね、小野の小町がね、二宮金次郎に当てたってんですけどね、小野の小町が二宮金次郎、待ちなさいよあた、小野の小町と二宮金次郎、こんな時代が違うよ、なのあるわけねえぜ、そのあるわけのないのがここにあるから珍しいんですなんて、ね、バカにされたりなんかしましてね、まあいうところ道具屋さんね、これはまあ、八百屋さんですとか、あるいは魚屋さんと違って、おっ今いいのが入った、新鮮だからね、今買ってきなさいよなんというように客を呼び込むわけにいかない、あちらはね、ですからもう客なんざ来ても来なくてもいいんだなんというような、両県で仕事をしておりますから、もう自然と人間がボーッとなっちゃう、でそういうボーッとした亭主には必ずしっかりしたおかみさんがついてるということになっておりまして、ちょいとお前さん、なんだいなんだじゃないよこの人、お前さんそこでもって何をやってんの、飽きないをしてんだろ、飽きないをしてんだから、なんかこううまいこと言って物を売ろうって気にならないのかよ、売ろうって気にならないのかよ、ったって向こうで買いたくねってんだからしょうがねえぜ、何を言ってんだい、花向こうが買いとさんのこと言うけどもさ、お前さんがなんかへんてこんなこと言うからって向こうが買う気がなくなっちゃうんじゃないか、さっき来たお客様だってそうだろ、道具屋さんそのタンスはいいタンスだなって向こうの方じゃないか、だからお前さんなんて言ったい、いいタンスですよ、うちに8年もあるんですからって、どうしてそういうこと言うのよ、
8年ありますったら8年売れてませんって言ってるんだもんじゃないか。その引き出しをちょいと開けてみてくれったら、この引き出しがすぐに開くくらいなら当の昔に売れちゃうってんです。じゃあ開かねえのかいって、いや開かないことはありませんが、この間無理して開けようとして腕くじいた人がいるって、開けるたんびに腕くじいてちゃしょうがねえな、じゃあ桃人を雇いなさいって、どうしてそういうバカなこと言うんだよお前さんは。でも本当にまあね、売らなきゃいけないもん売らないでさ、売っちゃいけないもん普通に売っちまうんだから。去年の暮れだってそうだろ、米屋の旦那うち遊びに来てさ、ジンベエさんその火鉢いい火鉢だな、いいから俺に売ってくんねえかって言ったら、いいですよ、いくらでもいいから持ってらっしゃいって売っちゃったもんだから、うちに火鉢がなくなっちゃったじゃないか。寒くなるってと米屋にこうやって火当たりに行くんだろ。だから米屋の旦那そう言ってたよ、なんだかジンベエさんと火鉢と一緒に買っちゃったような気がする、うるさいよお前今の。俺だって一生懸命何か売ろうと思ってやってんだよ、それでも売れねえんだからしょうがないじゃないか。しょうがないね。もうお前さんがいつ損するか損するかと思うから、こっちはもううちはうちわに食べちゃって、こんな痩せちゃったよ本当に。まあ会社がね、この肉泥棒、何言ってんだこの野郎、くだらねえこと言ってるな本当に。一行ってきたのかい今日は。行ってきたよ。どうだった一、一はなんだよお前、いっぱい人が出てた。当たり前だよ本当に、人が出てるから一なんだよ。なんかいいものは買ってきたかと聞いてんの、いい、その買おうかなと思ってカタって言おうとすると、向こうからツルッと人が来て、カタってそれ持ってっちゃうんだよその野郎がよ。じゃあなんでお前さんも買ったって言わないのよ、カタって言おうとすると舌がつって喋れねん、肝心なとこで舌がつるね。じゃあもう買わないで来たのかい、いや買わないで帰ろうかなと思ったらね、一の旦那がジンベエさんジンベエさんって俺のこと呼ぶんだよ。あらまあ一の旦那が、なんだって、これはね他の人には頼めねえんだ、ジンベエさんじゃなきゃ頼めねえから一つこれ買ってもらいてってんで俺買ってした。あらまあ一の旦那に頼まれて何買ってきたの。太鼓。何太鼓。だからお前さんはあんにゃもんにゃだってんだ本当に。まあなんでもわかん、何年商売やってんのかねこの人。いいかい、太鼓なんてのはお前さんキワモンなのよ、お祭り前とか初詣前にちょいと仕入れてパッと打ちまえからそこに儲けがあるんじゃないか本当に。そんなもの買ってきてももうそれ売れないよそれは本当に。まあどんな太鼓買ってきたんだよ、見してごらんての。いいから見してごらん、今さら隠したってしょうがないだろこの人本当に。まあその風呂敷解いてごらんよ、その風呂敷解いてごらんての。お前が見るんだからおめえが解いたらいいじゃねえかよ、お前さんが買ってきたんだからお前さんが解くだい、パン。いいから解いと、あらまあこの太鼓買ってきたの汚いね、まあ何こりゃ汚い。そうお前はその見る目が違うんだよ、これはね汚いという太鼓じゃないのこれは、ね、これは古いという太鼓だよ。古い、お前さん古いもん買ってきて得した試しなんてないじゃないか本当に。まあこの間だってさ清盛の死瓶ってのを買ってきやってあれじゃ損したのよ、あれあれ損したな、あれ損、あ古いんで損したな、清盛の死瓶とあと独眼竜政宗の使った眼帯っていうのなあれは損した。いくらで買ってきたのこれ、これこれ一部、本当にまた一部損しちまうよ本当に。もうなんでこんなもん、もう本当にもうお前さんがね、もういつ損するか損するかと思うから本当に、まあ、もうこっちはなるだけ切り詰めてやってんだよ本当に。まあもうこの太鼓ね、残っちゃったって、私たちが死んじゃったってこの太鼓残っちゃう、そう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 、そうでもねえんだよな、これをね表へ出して誇りでも払っときゃ買っていかねえとも限らない、何言ってんだよお前、そんなもん、売れるわけ、そうでもねえんだよ本当に。おいちょいとな、この太鼓な、表へ出して埃はたいとけ、およしそんな埃はたくな、もう埃がなくなると太鼓しかなくなっちゃうから、うるさいよお前は、余計なことを言うんじゃねえてんだよ、おいいいからやってきな、へいおじさんとおばさんとのべつ喧嘩ばかりして大概おばさんが勝っちゃうんだけどねうわ汚ねえ太鼓だなこりゃ、おじさん汚ねえ太鼓だなこりゃ、おめえまで汚ねえってんじゃねえんだ本当に、いいから埃はたきな、だん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 、おおすごい埃、だん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 、うーすごい、だんだん、この野郎はたくんだよ、叩くんじゃないんだよこの野郎、お前のおぼちゃに勝つしちゃねえんだから本当に、ほこりはたくんだい、そうこれはたいたらなっちゃったんだよこれ、変な太鼓なんだよ、縁叩くってとどんどんと音がするの、ほらどんどんどん、うるせえどんどんどん、うるせえこっちしょう、お、許せよお侍様、どういらっしゃいまし、今太鼓を打ったのはその方の店か、
今太鼓を打ったのはその方の店か、太鼓を打ったのは私じゃなくてあの野郎なんですよ。あいつが打ったんです。バカなやつなんですよ。親類のやつでございましてね、預かったんですよ。本当バカなんです。顔見せない顔。バカな顔してましょう。バカなんですあれ。もう目をご覧なさい目を。バカな目してましょう。あれバカ目と言いましてね。もうお付けの印しかないというぐらいのバカなんでございますよ。また今年12でございまして、どうぞご勘弁。いやいやいや、太鼓を打ったのをどうこういうのではない。今殿がお籠でご通行中の折にな、太鼓の音が殿のお耳に入って、その太鼓一度見たいとおせられる。屋敷まで持参をいたせ。ことによるとお買い上げになられるかもしれんぞ。え？ああそうすか、どうもありがとうございます。うまく叩きやったってしまって親類のやつなんですよ。親類のものか。そうなんですよ。よく働くんですあいつ。どっちかってと利口なたちでございましてね、親類のやつなん、親類、そうなん、親類のやつなんですよ。もう今年16になりまして、先ほど12と申したじゃないか。12の頃もあったという。何の話をいたした。屋敷まで持参をいたせ。わかりました。お屋敷はもうお大名様でございます。よく存じておりますんで、必ずお届けに上がりますから、どうもありがとうございます。かか出てみろこんちくしょう。まあ、あえて埃はたいた途端にパッと売れちゃうんだ。向こうお大名だ、向こうは。儲かるぞ。何を言ってんだい。向こうは太鼓の音だけ聞いたんじゃないか。か金巻絵かなんかしてあるきれいな太鼓かなと思って、そんな汚い太鼓持ってってごらんよ。誰だ、かやのむさい太鼓を持ってきやったな。こやつか、こやつ返すな、なんてことになるってと、お前さんこっち来い、なんてんで、まあ庭の松の木かなんかにぐらぐらっと縛られて、僕とでパーンってやられるのが関の山だって。今僕とでカチンとやられろ。嫌なかかね。そんなこと言ったら俺行くの嫌になっちゃうじゃねえかよ。まあそれ冗談だけどもさ。だけどいいかい、この太鼓向こうでね、いくらだって聞かれたらいいかい、ね、もうなんか儲けやなんてよく出しちゃダメよ、ね、この太鼓は一部で結構でございます。儲けはいりません、ね、一部で仕入れてまいりましたから、後世はいりません、一部で結構でございます、パーッと売っちゃわないってとね、本当に私たちが死んじゃったってこの太鼓だけ残っちゃうんだから、いいかい、もう今日この太鼓売れなかったらね、もうおまんまも食べさせないんだから、牛入れないよ、分かったかい。分かったよ。じゃあちょっとそうしょわしてくるよ、本当にしょ、よろどくしゃどしゃと、重たいな、重たいよ本当に、重たくて汚いんだ、書いてはないよ本当に、まあ、いいかい、お前さんはね、自分のことを当たり前の人間だと思ってちゃダメよ、いいかい、俺はバカなんだなと、バカが太鼓を背負って歩いてるなと自覚して働け。嫌なかかで自覚しろって、嫌な言葉を使え。あんなかかでもうちに来たての頃は可愛かったんだけどな、俺がおいって呼ぶてと、はいなんて返事してやったの、今向こうがおいってと俺がはいって返事してる。情けねえや、まったく本当に。で、あ、ここだよ。お頼もしやす。おーなんじゃ、道具屋でございます。おお、道具屋か、聞いてるぞ、取ってよい。ありがとうございます。あら、まあ広いお屋敷だこら、綺麗なもんだねど、はあ本当に、お屋敷が綺麗で太鼓が汚いと来たらこれ買わないよこら、あら立派な松の木があるねこれ、あら向こうに道場があって木刀がずらっと並んでるよこら。かかはいっぺん下見に来たんじゃねえだろうなここにな。かかの言う通りになりそうだ、本当にど、ここだ。お頼もします。おーれ、なんじゃ、道具屋です。おお、道具屋か。控えておれ。今度、道具屋が、おお、そうか。では、拙者が出よう。おお、道具屋か。最前の道具屋。太鼓を持参をいたしたか。持ってきました。いけませんか。いや、いけないことはないから。では、そこへ、風呂敷を解いてみ。これだこれだ。最前、店で見た時より、大層重きがあって、時代の古い太鼓だろうな。時代ですこれは。もう太鼓から時代取っちまうってと太鼓も消えてなくなるというね、これ時代ですこれは。いけませんか。いや、いけないことは。今殿にご覧に入れる間しばらくそこで控えておれ。見せるんですか。見せないでください。見せないでね、あなた買ってください。拙者が買うわけにいかん。そこに控えておれ。あ、そうですか。言っときますけど、これね、汚いんですよ。
汚いんです。汚い割にはね、重いです、汚くて重い、重汚いという太鼓でございます、無理に売ろうとんじゃないですよ、こっちは、いけなきゃまた持って帰っちまいますからね。ちょいと、大将、ああ行っちゃった。あれ買わないよ、あれは。そりゃそうだよ、太鼓汚ねんだもん。誰だかやの無才太鼓って聞こえたらさよならって逃げちゃおう。いいんだいいんだい、太鼓と一部と風呂敷さえ損すりゃいいんだからな。命には帰らんねえや、全く。出てこないね。揉めてんのかね。なんかドキドキしてきちゃったな。あ、出てきた。あの太鼓をお殿様買わないってそう言ってたでしょ。いや、殿は御意に行ったそうだ。はあ、お殿様ギャフンと言ったんですか。何を申しとる。殿は御意に行った、気に入ったと申しとる。気に入った、本気で。何が本気だ。殿はいつでも本気だ。あの太鼓をお買い上げになられると申しておるが、その方あの太鼓いくらで手放すつもりは。いくらで手放すということを今あなたは聞いていますか。何を申した。今聞いたではないか。いくらで手放す、いくらで手放すってそこですよ。何がそこですよな。いくらで手放す、いくらで手放すってあの太鼓はいくらぐらいなんでしょうか。何を申しておる、その方は。何か言いにくそうであるな。アキンドは損して得取るなんていうことを申すが、かような時に得をしておかんければ後で損ができん。これはな、殿が気に入っていなければ仕方のない話であるが、殿は大層お気に入りだ。御意に行ってるそうだ。いくらで手放す。値を計らっているに言うと言うてみん。値を手いっぱいに申せ。手いっぱいに言っていいですか。かまん、申せ。手いっぱいってことはこうなります。わっ、手いっぱいと言って手をいっぱいに広げおったな。それはいくらだ。10万両。10万両、それはちょっと高い。高いです。もうこれ以上ないっていうぐらい手いっぱいに言ったんですから。その代わり高いなと思うんでしたらこちらでおまけします。変な売りを。もう変だってなんだ。もうトン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 、もう今日一日中負けてましょう。変な売りようだな。では拙者の方から値を切り出すが、それでよければ手放せ。あの太鼓300金ではどうじゃ。300金というのはどんな金でしょうか。わからんやっしゃな。300両ではどうじゃ。300両というのは何なんでしょうか、それ。わからんやつじゃな。1両小判わかるか。1両小判、久しくお目にかかってませんがわかります。1両小判300枚。300両でどうじゃ。1両小判が300。1両小判、大丈夫か。しっかり出せ。それ本当に使えるやつですか。当たり前だ。使えぬ金をお上が渡すわけない。売れるか。金出せ。よこせ、よこせというやつがある。受け取りをかけ。いや、受け取りはいらないんです。こちらでいるの。こちら、どうもありがとうございます。今書きますんで。こんなもんでいかがでしょう。どれ。これでよい。いかん、これには判が押してない。判ないんですよ。判ないんで、あなたの世代拙者が押すわけにいかん。押せ。そうですか。爪印でいいですか。そうですか。わかりました。今押しますから。そんなに押さんでもよい。こちらで貸せ。字が見えんではないか、これ。金子300両をこちらへ持ってまいれ。ではな、50両包みずつ300両受け渡すからしかと受け取れ。よいか。これが小判で50両だ。50両。これで100両。150両。いちいち泣かんでよいぞ。これが200両。250両。ちょどうした。水いっぱいください。手数のかかるやつ。水を飲ましてやれ。飲んだか。これが残りの50両で300両。さあ持ってけ。これ
持ってっちゃっていいですか。かまん、持ってけ。そうですか、じゃあ私これ持ってきますけど、言っときますけどね、手前ども一旦売ったものは二度と引き取らないと、こういうことになっておりまして、おじいさんからの遺言でございますからね、もう一度売ったものはということ、ありがとうございます。しかしなんだね、あんな汚い太鼓、どうしてお殿様は300両の大金でお買い上げになられたんでしょう。なんだ、その方も知らんのか。いやー、わしもな、あのようなものに趣味がないからよくはわからんがの、殿は、ああいうものに大変に造形の深いお方だ。あの太鼓、見た目はちと無彩様であるがな、火炎太鼓と申して、世に二つというような名器である、国宝に近い品であると殿は仰せられた。あのような品、その方どこで手に入れた。ちゃちゃ、儲かったんすな。儲かったか。ありがとうございました。帰るか。帰ります。風呂敷を持ってけ。風呂敷あなたにあげます。持ってけ。持ってけ。ありがとうした。金子を落とすでないぞ。落としませんよ。私が落っこっちゃったって金なんぞ落としませんからね。だったって300両なんだから、ありがてえよ。あ、どうも、ごぼんばさん、ありがとうした。おお、最善の道具屋か。商いやったか。へえ、ありがとうした。いくら儲かった。大きなお世話台さんだこと。言えないよ。なんたって一部で300両なんだからね。かっといううちのかかわのやつは一部で売っちまい売っちまいって言うんだ。一部だって言おうと思って、いいえっつって下がつってよかったよ。ここを言うんだよ。男のバカと女の利口がつっかうってな。ありがたいね。今日こそは俺ね、300両なんだからね、俺はうちで威張らしてもらうよ。今日は今日こそは威張っちゃうよ、こっちは。えいこのかかこっちかめ。バカどじとに、てめえなど出てきやれっつって、後ですいませんって謝ればいいんだしかめ。今帰ってきた。まあこの人は追っかけられてきたんだろう、本当に。まあもう天井裏隠れろ。何してんだちょん。ほら向こう行ったんだ。だ行ったから帰ってきたんです。帰ってきたんだけどもよ、向こうでもってあの太鼓いくらだって聞くんだよ。一部でございますってそう言って、いやそう言おうかなと思ったら舌がつってしゃべれねん。もう肝心なとこで舌がつるね、この人。今度舌抜いちゃうぞ。何言ってんでしょう。であの太鼓テイパイに申せって言うから、ほらテイパイに行ったんだ。いくらだって、こうやってうわーってこう。いくらなのそりゃ。10万両。とうとうバカがこんがらがっちゃったよ、この人。だ、なんだって。さ、高いって当たり前だよ、本当に。で、どうし、で、もうトン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 化けてって、あの太鼓、300両に売れたんだ、あの太鼓がよ。何よ、見えすいた嘘言ってんだい、この人。はっはー、わかった。お前さんなんだろう。うち入れてやらないって言ったものがそうやって嘘言ってんだろう。入っていい。何言ってんでしょう。俺はここにな、50両包みずつ300両持ってんだ。お前さん、本当にそこに持ってんの、わしよ。そこにあるの。じゃあ、ここへ出せ。見せろ。やい、脅かすな、この野郎。ってこの銭見やがって、すばらしょんべんしてバカになるとひでぶにあさるってやつ。これお前困ってもって、50両。ほら、まあお前さん50両。これが100両。まあお前さん100両。150両。まあこんな大金見たことない。当たる目だ、俺だって見たことない。これお前200両。250両。ちょいとお前さん商売上手。何を言ってやんでんち。これが残りの50両、300両。お前さん水ちょうだい。ばざまみやるかんちよ。俺もそこで水飲んだん。まあお前さん太鼓儲かった。太鼓儲かった。当たり前だお前、太鼓儲かった。こんなんだね。これからは音の出るもんに限る。当たり前だ、これから音の出るもんだい。俺今度な、半鐘買ってきて叩いちゃわ。半鐘はいけないよ、おじゃんになるから。
お運びをいただきまして御礼を申し上げます。あともう一席お付き合いをいただきますが、もうこの落語会ももう今年今回で2回目でございましてね、去年の3月に、第1回目がございまして、今回が2回目ということでございましてね、もう前方にこうやって、まあ、先輩方が大勢出まして、まあ、本来ですと、まあ、本日出演の市場師匠でございますとか、あるいは先達師匠が、まあ、トリを取らなくちゃいけないんでございますが、なぜ私がトリを取るのかと言いますと、私がメンバーを組んでるからでございまして、もう役得でございましたね。誠にお客様には申し訳ないんでございますけれども、ね、まあ、第2回目で、しかしね、2回目、まあ、前回こう初めて、まあ、初めてのやることっていうのはなかなかこれは大変なことでね、もうどういうふうになるかわからない、もう試行錯誤でやるという、でそれ、まあ、第1回目が成功いたしまして、じゃあ一つ2回目もやってみようということで今回でございますけどね、やっぱり人間っていうのは安心をしちゃいけないんですね、これはね、というのが初日でございましたんですけどもね、バタバタだったんですよこれが、もう今日生演奏でございます。お囃子さんがね、ちゃんとこうお師さんがこう三味線敷いてくれるんでございますが、お師さんは来てるんですけども太鼓が来ないというね、これどうにもならないんでございましてね、で、あ、これ弱っちゃったななんて、あと出演する柳家喜多八師匠がダブルブッキングで来ないというね、もうバタバタでございまして、だからやっぱりね、1回目で成功して慣れてるとこういいかってと、これそうでもないですな、落語もそうなのよこれがね、もういわゆるネタ下ろしと我々言うんでございますが、お客様の前で初めてやる落語というのが、これはね、大体自分が緊張してますしね、もう高座上がるもうほんと数分前までこう帳面なんか見ながらね稽古してますからね、1回目ってのはすんなりスッといけたりなんかするんですよね。でそこで安心をするんですな、あ、俺できるななんてな形でね、で2回目にやったりなんかするとね、もうとんでもないところで間違えたりなんかするという、ですから人間というのは油断をしちゃいけないななんてね、まあよく思うんでございますが、よくまあ我々もね、いろんなところでおしゃべりをいたしておりますけどね、実は昨日なんですよ、私午前中ちょっとお仕事がありましてね、行ってきたんでございますが、その場所がすごいんですよ、青山学院のね初等科ってとこに昨日行ってまいりましてね、小学生の方々に聞いていただくと、もうね、みんな品のいいね、顔してますよ、もう3年生から6年生、もうちょうどこんな感じでございましたね。大変に品のいいお子さんがみんな揃ってまして、やったんでございますけど、そのやる場所がすごかったですな、礼拝堂なんですよ場所が。あちらキリスト教系の学校でね、礼拝堂ですよ、これすごいですね。私はね、初めての経験ですよ、十字架を背中に背負ってね、本当にもうね、我々もういつも罪深いことをやっておりますんで、今日こそは残業しなくちゃいけねえなんて思いながらね、もう十字架に背中を向けて落語をやってきたんでございますけどね、まあ、小学校公演っていうのはいくらもありましてね、まあ、いろいろと難しいようなこともありますよ、もうとにかく小話からね、扇子手拭いの使い方、もうそういうのからもう始まりましてやるんでございますけれども、で、まあ、男の人が女の役もやるってんでね、でもこれは襟をこうつまむと女の人ということになるんですよ、どうですか見えますかなんて言うと、もう生徒さんがね、見えないなんてのこと言うんですよ、あら見えませんかね、じゃあこの手をちょっと横にやってみますね、こうやると女の人でございます、どうですか見えますかなんて言うと、またその生徒が見えないなんて、ひっぱたいてやるかな、そういうわけにいかないですね、じゃあセリフがつきますよ、おいおか今帰ったぜ、はいはい、お前さん一体どこ行ってたんだいなんてのこと言いますと、その生徒さんが、おなかなかやるじゃないかなんてのこと言いますね、お褒めの言葉をいただいたりなんかする、これが同じ女でもおばあさんとなりますと場所が変わってまいります、おばあさんは襟ではやりませんでね、おばあさんは胸で演じなさいなんてなことを師匠方から教わるわけでございまして、おばあさん胸でございまして、おいばあさん今帰ったぜ、はいはい、おじいさんどこ行ってたんですと、こういうこと胸を押すとおばあさんというね、ぜひご自宅でお試し願いたいと思います、
もう小学校なんかいろいろ行きますけどね、その体育館でやるんですよ、ね、すごいですよ、もうね、小学生、もう初めて聞いたりなんかするんでね、まあ、こっち一生懸命やるんでございますけれども、シーンとなっちゃって、もうこないだなんかね、やればやるほどシーン、押しまで行って笑ってくんねえで、もう廊下歩きながら、あれ、小学生に落語難しかったかな、やっぱり小学生に狂わ話は無理だったかなとかね。いろんなことを考えておりました。廊下に張り紙がしてございましてね、今月の教育目標、人の話は黙って聞け、何回だったのかしまして、いろいろと苦労するようなことがございますが、我々はよく、まあ、寄席でおしゃべりをいたしております。都内に寄席が4軒ございますけどもね、この4軒寄席でおしゃべりをいたしまして、まあ、こういう話をしている分にはこのお客様方に失礼にならないと昔からこう言われております。どういうわけかと申しますと、まずケチな方絶対来ません。どこ行くの、どこ行くない、これからね、あの神楽坂の寄席行くんだよ。寄席、何それ、落語家出てきて喋んの、それ聞いて笑うの、金出して、何だってそんな無駄な金使うんだおめえは、そんな割れてない家帰って神さんに脇の下をくすぐってもらえ、こういう了見ですから、寄席にはお越しにならない、したがって我々が悪口を言ってもお客様方の失礼にならないと、まあ、こういうことになっております。もっともご親類ですとかお友達の中にそういう方がいらっしゃいましたら、前もってお詫びを申し上げておきます。泥棒、これもいくら我々が悪口言いましてもね、お客席の中でピュッとお立ちになって、何だって俺の悪口を言うんだ、こんな方いらっしゃいませんから、これはいくら言ってもいい。まあ、もっともご親類ですとか、いやそんなことはございません。あのケチな方というね、昔からいろんな言い方がしてございます。ケチ、吝食、赤西屋、しみったれ、六日知らずなんという言い方があるのか、そう。ケチな人のことを、なんであれ六日知らず。ね、日にちを数えるのに1日、2日、3日、4日、5日まで指を折らなきゃいけないんですが、6日と数えるときは指を開かなきゃいけない。一旦握ったものはどんなことがあっても開かないって、これ六日知らずってうまいことが言ってございますよね。まあ、ケチの小話なんてのは我々いくらもございまして、おいおい、さだや、さだきし、ここへな、釘が出てんだ、釘が。これ、鍵だけなんかするといけないから。うん。隣って金槌借りてこい。貸してくれたか？貸してくれないんです。どうして？隣って金槌貸してくださいって言ってましたらね、金の釘と金槌とコチコチって当たるって言うと、金槌が減るから貸せませんって、そう言ってましたよ。何？金槌が減る？なんてしみったれたこと言うんだ、隣のやつは。そんな力借りてくんな。じゃあ、うちの出して使いなさい、なんで。どっちがケチだかよく分かんなかったりなんかしました。あとはそのね、扇子、どうやって使います？私は倹約家ですよ。おー、どのように。扇子一本ありました。まずこれ、10年は持ちますな。ああ、10年。うん。どのように。まず半分広げましてな。うん。5年仰ぐんです、こうやって。で、傷んできましたら残りの半分を広げて5年仰ぐ。締めて10年ってんですか、これ。いかがでしょうな。ああ、手ぬるいですな。手ぬるいでさ、私は潜水パター10年なんて生優しい持たせ方はいたしません。孫子の代まで持たせますから。どのように、私はあたみたいにその半分なんて染みたれたことをいたしません。これ全部広げましてな、これ仰ぐからして痛むんでしょ、首の方振ればなんて思うんですよ。これ最近早くやらねえって言ってお客様のが先に来られないと首振られたケチで一番すごかった方というのは、1年365日ご飯のおかずを買わないで食事を済ませたという方がいたそうでございます。これはお向かいがうなぎ屋さん、このうなぎを焼く匂い、これをご飯のおかずにしようてんで、世の中にはすごい方が、おいおい、みんなお膳へつかなきゃいけませんよ。何があったって、向かいでもってうなぎを焼き始めたんだよ。今日は向かい風なんだからすぐに寄ってくんだ。おまんま炊けてんのかい？はいはい、私の茶碗と箸と、ほらほらほら、来た、そこそこに、しかしなんだ、うなぎを焼く匂いってのはいつ嗅いでもいい匂いなもんだ。しかしなんだな、今日はちょいと細いな、なんてね。匂いで太さが分かりゃ一人前でございました。月末になるってと、うなぎ屋さんの方から使いがやってまいりまして、ごめんくださいまし。ごめんくらい、はいはい。おお、なんだ、うなぎ屋の若いさんじゃないかい。今日どうしたい？今日はお勘定をいただきに上がりました。ちょっと待ちなさいよ。私はお前さんとっからもううなぎを取る、そんな無駄な真似は。
しておりません。いやそうでございません。ちょいとこれをご覧いただきたい。なんだよお前さんとこからうなぎを取るわけなんだこら。え、一つ1円50銭なり、ただしうなぎの鍵代。鍵代なんだいこりゃ。お宅様では手前どものうなぎの匂いをご飯のおかずになさいます。手前どもでも大変気を使いまして、うなぎのタレ一度漬けがいいところが2回になりまして、このうなぎの小が抜けて商売になりませんので、匂いの鍵代をいただいてこいという手前どもの主の言いつけ。へえ、そらお前買いじゃったものはしょうがないけどさ。だけどなんですよ、え、こっちで嗅ぐつもりはなくても風向きで匂ってくるやつもあるんだよ。ちょっと負けてこれ。ダメ？ああいいです。買いちゃったもの。おいおい、1円50銭だそうだよ。なるだけ細かいお金、結構細かいお金が。巾着入れてな。はいはい、こっち持って。はいはいはい、ご苦労さん。うん。それじゃあこれ、どう？ありがとうございます。手なんぞ出すんじゃない。耳を出しな、耳を。音だけ聞いて帰んな。上には上があったもんでございます。ここまでいかねってとお金はたまらないんだそうですがね、東京のケチな方、大阪、名古屋、これは同じケチでもタイプが違うんだそう。東京の人ってのはどっか見えっぱり、大阪の方は割り切ってらっしゃる。それ以上に割り切ってるのがこれ名古屋の方だそうでございまして、3人が食事をしたらどうなるだろう。もう食事が終わりだって自分に。東京の人は何を考えるかって言いますと、この3人分の食事が締めていくらになるかなということを計算する。ビールが2本で天ぷらが3人前でいくらになるかなってことを計算する。で、大阪の方はこの勘定、割り勘にしたら1人頭いくらになるかなということを計算する。で、名古屋の方は違いまして、払ってくれた人になんとお礼を言おうかな。あ、今日名古屋の方いらっしゃらないですよね。この間名古屋行ってこれやったんですよ、ね、で一番前のお客様がスッとお立ちになってね、そんなこと当たり前だにゃーもって言われましたから。人間通りやっぱり、いやそこまでいかないってとこの、まあ、財産というものはできないのかもしれませんがね、まあ、親御さんがケチ、吝嗇、まあ、これをせがれなる者が親を見習ってケチに徹するかなんてと、そんなことはございません。もうある金は右から左に使っちまうという、これが世の常というやつでございまして、番頭さん、そこじゃお話が遠い。まあ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 いいから、こっちに入ってそこに座っておくれ。今日お前さん呼んだってのは他じゃないんだ。実はね、まあ私もこれだけの信頼をこしらえるにあたっちゃ、世間様からやれケチだ、やれしみったれだ、いろんなことを言われてきました。まあそれでもなんとかこれだけのものを残せたい。そこでね、後取りなんだよ。まあ世間様じゃね、長男が継ぐと相場は決まったもんだが、私んところはせがれ3人男ばかり。まあそりゃ次男が継ごうが三男が継ごうが、そりゃ私は一向に構わないんだが、さてそこでだね、誰が後を継いだらこのうちがもっと繁盛するか、まあそれが親なんてものはバカなもんでよくわからない。そこで番頭さん、お前さんの眼鏡で見て、誰が後を継いだらこのうちが繁盛するか、まあそれが聞いてみたいと思って呼んだんだがな、番頭さん、どんなもんだろうね。どうも恐れ入りましてございます。いや私はこの家の奉公人でございますね。どなたに継いでほしいなんということは言いかねます。またこちらのお坊ちゃま方、お三方、どなたを取りましても大変に結構なお人柄。いやいや、私はね、お前さんに世辞を言ってくれてんじゃないんだ。え、誰が継いだらいいと思う？金がいいか、それとも銀がいいかな、それとも鉄かな。どうも恐れ入りまして、ではこうなすってはいかがでございましょう。お試しになりましては。なんだいその試しでございますから、お坊ちゃま方、お三方のお金の使い方をお試しになってはいかがでございましょう。なんだい、せがれの金の、お前さんだって知らないわけじゃないだろう、あのせがれの金の使い方。よく世間にね、湯水のように使うという例えがあるが、あいつはそんなんじゃない。水の方を大事に使ってるぐらい、ある金は右から左使っちまった。そうではございません。普段ではございませんで、ご当家に何か一大事が起きました時の、お坊ちゃま方のお金のやりくりを問うてみてはいかがでございましょう。なんだい、うちに何か一大事が起きた時の金のやりくり。そらいいな、ああそらいい、早速試そう。店に3人ともいるのかい、せがれた。ああそうかそうか、じゃあすぐ一人っつね、すまないけど読んできておくれ、いろいろよう言いつけてすまないな。はいはい、あ、一人っつだよ、お願いしました。なるほどね、
一生に一度あるか二度のこと。これは昔から婚礼に弔いと相場は決まったもんだけどな。あいつ私が死んだら言ってどんな弔い出してくれんだろう。それなり、うん、早速試してみよう。それ、おお、誰だ、金か、こっちお入り。失礼いたします。なんですか、番頭さんが、お父さんがお呼びになってるってんで伺いましたが、何かご用でございましょうか。まあ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 いいから、こっちに入ってくれ、そこに座っておくれ。今日お前呼んだってのは他じゃないんだ、実はね、お父さんももうそろそろ年だよ、いつお迎えが来るかわからない。そこでな、お父さんの弔いなんだけどな、お前どんな弔い出してくれる。なんでございます、お父さん、え、いや番頭さんが何かお父さんがお試しになりたい、お試しになるんでしたら、そんな意味縁起の悪いことでなくて、もっとこうおめでたいことでお試しになってはいいんだよ。お前がそんな心配することはない、お父っつぁんがいいっつってんだから構わないんだ。でどんな弔い出してくれる。そうでございますか、まあお父っつぁんがそこまでおっしゃるんでございました、私福蔵のないところを申し上げさせていただきます。まあ、お年の方は万々歳ということにさせていただきまして、お父っつぁんが万が一そういうことになりましたら、私世間様から後で、あのうちはあれだけの身代を持ちながらあれっぽっちの弔いしか出せなかったと後ろ指刺されるの嫌でございますんで、お父っつぁんの弔いは盛大に出したいと思います。盛大、うん、まあいい、うん。でどんなとこ、まずこの通夜でございますが、通夜は二晩出します。ちょっと待ちなよ。通夜なんての一晩と決まったも、いやそうでございません、私の友達も大勢ございます、ご近所の方、ご親類の方も大勢お見えになると思います。とてもじゃありませんが一晩では収まりきりません。通夜は二晩出します。あ、そう、まあ、通夜の前夜祭っての聞いたことないけどもね。で、どうす、で、翌日が本葬ということになりまして、出棺をしま、あ、このお寺でございますが、これは手前どもの寺では小僧ございますんで、大きなお寺を拝借いたしまして、増上寺ですとか、本願寺ですとか、毘沙門天全国寺でございますとか、ああいう大きなお寺を拝借いたしまして、まあ、向こうに着く頃にはちょうど自分時で、皆様にはお食事を召し上がっていただくんでございますが、これも、おにぎりを握ってところどころへ出しとくというわけには参りませんので、まあ、それ相応の料理屋に、それ相応の職人に腕によりをかけさせまして、料理をこしらえます。でお膳がずらーっと並ぶという、で召し上がる方には召し上がっていただきます。それから、お酒でございますが、ああいうところでこの徳利が並ぶというのはあんまりいい図ではございませんので、土瓶か何かに、お酒を入れまして、赤い紙の缶詰で印をしておけば、これは一目でお酒だということが分かっていただきますので、飲める方には飲んでいただきます。それからご婦人は、ああいうところで遠慮なすってなかなかお箸をおつけになりません。それではいけませんので、皆様にはそれぞれお土産をお持ち帰りいただきます。お土産、お前踊りのおさらいに来てもらうんじゃないんだよ、お前なんだそのお土産。お父っつぁんお土産ぐらいつけなきゃいけません。これもそうですな、競技の檻に入れて何か持って帰ってもらうというわけにも参りませんので、重箱をあつらいましょう。で、これも漆のほんのりでございまして、手前どもの門を金で散らします。黒に金、これは映えます。で、蓋をパッと取るというと中が朱塗りになっておりまして、今さか蓮の葉の内も羊羹、煮物、焼き物、ご飯、これが蜜重ねになっております。まあ、このまんまではお持ち帰りがいただけませんので、この風呂敷がいるんでございますが、この風呂敷も木綿もんというわけには参りませんので、単語ちりめんかなんかの風呂敷で、でこれにこの手前どもの門を染めさせまして、四つ岩木にして座布団の間へ置いとけば、これはお忘れがないんじゃないかと思います。それからご遠方からおいでになる方、まことにお気の毒でございますんで、皆様にはそれぞれお車代をお持ち帰りいただきます。車代、まあ、芸人呼んでなんかやってもらうんじゃないんだよ、お前なんだその車代。お父っつぁん車代ぐらいつけなきゃいけません。これもそうですな、おいくらぐらいお勧めしたらよろしゅうございますかな。まあ興味のことで、まあ1円もあればどこへでも行かれるというようなもんの、それではなんだか足元を見たようでございますんで、2円お勧めいたしましょう。ね、これをこう袋、あ、この袋もこしらえましょうね。黒筋を横へ一本敷きまして、御車代赤西屋と、こういう袋をこしらえて、この袋に入れまして、ね、2円ずつ入れて、このお土産の上置いとけば、これはお間違いがないんじゃないかと思います。まあ、ここまですれば、皆様には喜んでお帰りいただけると思いますが、当たり前だよ。私が行きたいよ、その弔いには。料理いくらぐらいかけるつもりだ。そうでございますね、まあ、料理も一流で漆のほんのりときておりますんで、どう少なく見積もっても100円はかかる。100円、お前何人ぐらい呼ぶつもりだ。そうでございます、まあ、私の友達も大勢ございますんで、まあ、3500人ほど。おいおいおい、
じゃあお前は何か、え、それだけの大勢の人間に一人100いくらずつつけて返そうてのか、お前は。それがお前の弔いか。はい、わかりました。あっち行きなさい。あっち行け、あっち行け、バカ。断っとくがな、お前が生きてるうちにお父っつぁん死なねえからな、本当に。情けねえ。人が苦労してこしらえた寝台を何だと思って、あれがまた一番上だてえのが情けねえ。あ、動悸がしてきた。これはダメだな、これ、誰だ誰だ、銀か、こっちお入り。どうしたお父っつぁん、え、どうしたんだお父さん、やだよそんな陰気くせえ顔しちゃって、よ、え、患ってんの、患ってんじゃねえんだろ、でもとわっと陽気にやろうお父さん、え、なんだよやだな、風邪でも引いたの、そうじゃねえんだろ、でもとわっと陽気にやろうお父さん、え、うん、わっとほら、わっと、うわーっと、お父様、何がお父様、お前は能天気でいけません、お前は普段から、うん、お前にも聞かなきゃならないんだけど、お前お父っつぁんが死んだらどんな弔い出してくれる、え、お父っつぁんの弔い。いや実はさ、今兄貴の話、いや聞くつもりじゃなかったんだよ、聞くつもりじゃなかったんだけど聞こえちゃったんだろ、しゃあねえや、なんだやるよ、え、つや二晩出すってやんで、冗談じゃねえな、お父っつぁん、つやなんてのは一晩でたくさんだい。そうだろ、お前もそう思うよな、それ、あのバカ、つや二晩出す、じゃあ大丈夫だ、とっつぁん、つやは一晩だ、そう、それでいいんだ、今日はお前、普段と違って見どころがあるな、今日は、うん、楽しみだ、うん、で、どんな弔い、ほらね、まっちゃね、こんな人間だからね、当たる目の弔いってのは出したくないな、うん、なんかこう、破天荒なね、うん、未曽有な、ああ、世間の人があっといった愛着心を塞がらないようなね、弔いの歴史に残るようなね、うん、あっしは色っぽい弔いがいい、なんでその色っぽい弔いってな、どんな弔い、まずね、うちの周り紅白の幕をわーっとある。ちょっと待ちなよお前、大安売りじゃないんだよ、なんだその紅白、お父っつぁんの白黒の幕なんてな、陰気臭くて面白くねえやな、だから紅白の幕をにぎやかにわっと張っちゃうんだ、で弔いの先ども一番手、まあ、これは手芸はね、紋付き羽織袴と相場は決まってるけど、あんなの面白くねえや、だからあっちゃね、町内の頭に頼んで、頭連中の木遣りでもって出会うと思うんだ、お父っつぁんこれいいぜ、こう赤筋の通った反転官なんか来てもらってさ、野草かなんか組んで黒ぼれボタンの大きい半開きして、こういうとこあてがってね、頭連中の木遣りでもって出るんだ、お父っつぁんこれいいよ、いよりょいかなんかで、うちのはいいや、ちゃーっと出つくんだ、お父ちゃん、こら威勢がいいよ、このあと、てこまいが出るんだい。なんだそのてこまいってな、お父さん、てこまいったってね、そんじょそこらの娘っ子を連れてきてやろうってんじゃねえんだよ、新橋を市長神楽坂、この一流のね、売れっ子の芸者連れてきてやろうってんだ、お父さんのてこまいって知ってんだろ、あの男曲げなんてちょん曲げみたいな曲げ言ってさ、金糸銀糸縫い取るのついた着物、これをちょいと肩肌脱いで、黒ずしのたっつけばかばつけて、草履をちゃがーんと突っかけて、腰から白用心なんて印籠をぶら下げて、左手には長身、右手には空棒、この空棒をつきながら、シャンコーン、シャンコーン、シャンシャンコーンかなんかで、あとぞろぞろくっついてくんだ、お父さん、これ綺麗だよ、うん、このあと出汁が出るんだい。なんだその出汁ってな、出汁の人形なんてのは定義が決まってんだい、牛若丸だ、弁慶だ、熊坂の長藩なんて、あんなの面白くねえや、だからちゃれ、町内の人形師に頼んで、お父っつぁんそっくりの人形をこしらえてもらっちゃうんだ、でお父っつぁんほら普段は島の着物着てよ、頭は真っ白だ、ここに大きなねほくろがあるんだ、ほくろね、でこっから白物一本ツーって出てやって、こういう形の人形だよ、ね、でお父っつぁんほら感情だけからよ、手にそろばん持ってやんだ、そろばんを、これを今にも弾こうて、こういう形の人形だ、でお父っつぁんほら陰謀だからよ、人形の顔はね、こんな顔、こんな顔見た見た、こんな顔だ、お父っつぁんね、このね、出汁にはの林ってもんがつきもんだ、これもそうだね、まあ、神田林の腕っこぎの連中連れてこようじゃねえか、何人ぐらい連れてきたらいいかな、そうだね、まあ、しめが二丁に大戸にトンビ寄せ買われてが二人と七人も連れてきたらいいだろう、この出汁がうちの前を出るときには屋台の打ち込みってんだ、お父っつぁん、これ威勢がいいよ、でーけーてん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 すけてんてんすけてんてんちひり。
ちひりひりどんどんてんてんよてんてんてんどどてけてんてんすけてんてんどんどどてんすてんてけてんどこどんてけてんすてすくてんどんどおひゅひゃっぴりひゃいたろひゃいたろひゃいたろおひゃりりちかちゃんちゃんどどてんてんなんてんでね、だしがすーっと出つくんだ。とんさ町の四つ角まで来るってえと林の調子がガラッと変わるよ。とひゅひゃらひりちひりひゃらひりちひりおひあいつちかちゃんちゃんどどてんってなってんだね。この林に乗せてね、だしのおとっつぁんの人形が仕掛けでもって動くようにできてるんだよ。おひゃいとろおひゃいとろおひゃいはっとろひゃっとひゃろガチャンチャンドドテン。お前さっきはそこで何をやってんだお前。え、これこれね、人形の首が電線に引っかかってるとこ使わねえことや。ドドテン。あ、お父さんこの後ね、みこしを出そう。みこしだ。このみこしにはお父さんのお骨が減ってるんだよ。これを隣町の連中に取られちゃいけねえ。誰がそんなもん取るやつがあるか。町の若い連中頼んで、揃いの浴衣は尻っ端りがハンドコだ。肩が入る。足並みが揃ってたまた威勢がいいよ。わっそう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 。みこしが繰り出すってと、林の調子もガラッと変わる。てんてんてれつくてれつくつ。よー、てれつくつ、てれつくつ。てんつくつくつく、てれつくつくつく、てんつくつくつく、てれつくつくつく。てんす、てんす、てんてんてんてれつくつ。ひりひりひりとらひゃらひりひり。ひりひりひりとらひゃらひりひり。ひりとらひりとらひゃらひりひり。わっそう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 。だーさだーさだーさなんだ。わっそう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 。ちゃんちゃんちゃらちきちゃらちきち。よー、ちゃらちきち、ちゃらちきち。ちゃんちきちきちき、ちゃらちきちきちき、ちゃんちきちきちき、ちゃらちきちきちき。ちゃんすちゃんすちゃんちゃんちゃんちゃらちきち。わっそう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 。だーさだーさだーさなんだ。わっそう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 。てんてんてれつく、てけてんてん。うるさいよ、お前は本当に。いつまでそんなくだらねえことやってやん。お父さん、これがいつまでも続くわけでは。ありません。え、一番町の外れまで来るってえと、今までの頭連中、手こまい、出し、みこし、これが横一列にずらーっと並ぶ。これを合図にしたように、今やお寿司と花火屋が思いを込めて大寿司にしようになる。シャカシャカシャカタ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 イ赤にしやーつだー。紅白の紙吹雪がバラ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 、お父さんの位牌をぶら下げた落下さんがふわー下でもって女の子やるか、まあ綺麗だわねえなんつって、さあここでもって木が二つちょんちょんと入るってえと、今までざわついていた連中はし静かになっちゃう。ここでもって親類代表の長寿の朗読がございます。親類代表がそれで出る。おじ少女失滅社長立馬言いながら、誰か天寺の名がからんことを恋い願わざる者あらんや。ここに国庁三丁目赤西屋ケチ兵衛君、平素金券を胸出し、粗食に甘んじ、ただただ預金額の増加せんことを唯一の娯楽となしおられしが、ついに栄養不良の結果、あの世の客となり、今また出汁の人形となる、ああ人生大城氏痛快だり、一同万歳バカちょお前は情けねえ人の弔い祭りかなんかと間違えちゃう。あ、動機がしてきた。こりゃダメだな今日は。誰だ誰だ、鉄かこっちお入り。鶏かお前は。首ばかり動かしやがって。え、お前お前にも聞かなきゃ、兄貴たちみたいなんじゃしょうがない。お前にも聞かなきゃならないがな、うん、お前お父っつぁんが死んだらどんな弔い出してくれる。え、お父っつぁんが死ぬ、ありがてえ。なあ、なんなんかいい。そう、ま、そうですね、まあお父っつぁんがそういうことになりましたら、まあ、仕方ありませんね。まあ弔い出します。もう今なんつったお前、なんつった。え、仕方がありま、お前ね、親が死んで子が弔いを出す、これは当たり前の。なんだお前は。え、そんな仕方がある。お前は普段からそういう薄情な、とこで、ああ
鉄、こら悪かった、そうだな、あ喜んで出すやつは誰も人か誰もが仕方なく出すんだ、これお父っつぁんが悪かった、で、どんな友達、まあ、仕方ありませんから、まあ、艶も出します、出しておくんなさいよ。で、まあ、翌日が本葬ということになって出棺をしてお寺行くんでございますが、この出棺の時間を朝の10時と決めさせていただきます。まあ、そんな時間は何時でも構わないよ。だけどな、今からそこまで決められるとな、お父っつぁんまだ生きてるんだから、なんか寂しいもんがある。まあまあまあ構いませんよ。でどうする、で10時というお知らせをしておいて、実際には8時には出してしまいます。ちょっと待ちなよお前、それじゃ10時に来ていただいたお客様がみんな無駄足になる。お父っつぁん無駄足になっていいじゃありませんかね。10時というお知らせをしておいて8時には出してしまう。10時前になったお客様がお見えになった時、誠に申し訳ございません、急に模様替えとなりまして出棺はもう済ませてしまいました、いやーお見送りをしようと思ったのにそれは残念、誠に申し訳ございませんと言って皆さんぞろ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 お帰りになる。そうすればお父っつぁんお酒も料理も出さなくて済むじゃありませんか。えらい。いやーよくそこへ気がついた。ぜひぜひそうしておくれ。で、あの棺桶でございますが、あれはどうせ燃やしてしまうもんでもったいのございますんで、裏の物置にございます名付けの樽でご辛抱願います。名付けの樽、あらどうでもいいけど臭くないかい、ありゃ、いやそら死んじゃってんだから匂いも何にも分かりゃしない。さてはなんだな、鉄、お父っつぁんをその名付けの樽入れて親孝行しようてんだな。いいえ、臭いもんに蓋なんだい、こっちの話で、で、あの棺桶のあの中にこう詰めるもんがありますけど、そんなものはなんだよお前、葬儀社行きゃいくらだって売ってるよ。売ってる、売ってる、お父っつぁんのお言葉とも思いませんな。売ってるということはそのお金を払わなきゃ品物は手前どもへ来ないんですよ。そんな無駄な金は使いません、新聞紙でご辛抱願います。新聞紙、引っ越しの瀬戸物だね、それはまるでね、その方がしつきがいいかもしれませんな。はいはいはい、そうしておくんなさいよ。でお父っつぁん、蓋はします。いや蓋はしてくださいよ。じゃあ蓋はいたします。あの釘で打ちつけまして、荒縄で四つ湧き差しにないということでご勘弁願います。ああそら一向に構いません。それから担ぎ手ですが、ああそんなものはお前なんだよ、人足を雇いやいいじゃないか。人足を雇う雇う、お父っつぁんのお言葉とも思えませんな。雇うということはその賃金を払わなきゃその人たちは来てくれないんですよ。そんな無駄な金は使いません、私が担ぎます。お前が担いでくれるか、私が担ぎますが、これは一人では担げません、もう一人は人足を雇うことになると思いますが、いやーそんな無駄な金を使うことはない、片棒はお父っつぁんが担いでやる。我々はこのお酒と縁が切れませんでね、まあ正月なんかになりますともう飲めない師匠方でも、ちょっとこう口をつけたりなんかするとい う私もまあ飲めない節じゃないんでございますけど、まあ、ほんのたしなむ程度ではございますが飲むようなことがありましてね、ところがお客様に聞くとどうも私の酒癖あまり良くないらしいんでございますよ。まあ、この間もお客様と飲んでまして、もうちゃんぽんなんですよね、でもういいからお前帰れ、帰りますなんて、電車で帰ろうと思って、いいよ俺今日飲んでないんだから、あの車で送っていい、だしまだ電車動いてますからいいか乗ってけなんてんでね、家まで送っていただくってんで、まあ、私後ろに乗ったんですよ。でずっと家のそばまで来ましたら、何を勘違いしたのか、運転手さんすいませんそこ右曲がってくださいって言う何って言われたんですよね、何じゃねえんだよこの野郎って、そこ右曲がる分かんねえかこの野郎って言ったらね、何と怒ってるんですよ。何ってんで、あ今これタクシーじゃないんだなってのが分かってね、後ろから抱きつきました私は、もうすいません
すいませんでした、お前はシートベルトか、あなたのこと言われてる大しくじりをしたなんてことはございますけれども、まあ、いろんな奥さんの方がいらっしゃいます。笑い上戸、泣き上戸、怒り上戸、まあ、こういう方はもしかしたらお客様の周りにもいらっしゃるんじゃないかと思いますよね。変わった奥さんの方、壁塗り上戸なんてな方いらっしゃいまして、まあ飲むってと酒に壁塗ってるなんて方いらっしゃる。でも私飲めないんですよ、私。いや私いただけないんですよ、もう飲めませんから。もう結構壁塗り上げてるなんて方ね。もっと変わった方、鶏上戸なんてんでね、飲むってと鶏そっくり。え、私いただけるんですか、ありがとうございます。とっ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 と、結構なんてんで時作ってるなんという方がいる。まあ一番良くないのはこの毒舌感になるという癖でございましてね、いわゆるこの、女性がお相手をしてくれるような飲み屋さん行きまして、最初のうちはにこやかにバカっ話などしてるんでございますが、これが酔いが回るってと例の毒舌が始まりまして、隣に座ってる女の子の顔の造作やなんかいじってるなんてお客がありまして、すごい顔だねお前の顔は、いやーお粗末な顔だね、いや店入った時は暗がりだったからわけわかんなかったけど、まあ目が慣れてくるとお粗末な顔だ。いやよくママが雇ったね、お前の親はやっぱり人間かねおい。いや情けねえつら、何言ってんのなんてうまくかわしてるんですけどもね、最初のうちはもううまくやってるんですが、これが重なるってと女の子の方も堪忍袋の大きるってやつでございまして、何言ってんですか、黙ったら息になって、私もねお客さんみたいなそんな口の悪い酔っ払い初めて見てはよ、何を言って、俺の口の悪いのは明日酔いが冷めりゃ治っちゃうおめえの面のまずいな酔いが冷めても取っ組み合いの喧嘩になっちゃったりなんかしてね。まあ最近は女の子でもお酒の強い子が随分ありますよ、もう我々負けますからね、もうちょいと以前までは女の子がお酒飲んで酔っ払っちゃって、私酔っちゃったみたいなんて言うと後ろから男が「おい大丈夫かい?」なんてね、背中さすって解放したもんでございますけども、今これあべこべでございますから今の世の中ね、もう男の方が「僕酔っちゃったみたい」なんて言うとね、後ろから女の子が「ファイトー!」背中さすられたりなんかしてね、それこそ居酒屋に女の子を誘って熱燗2本ぐらい取りまして「おっいいか飲みなよ、私日本酒苦手、まあいいか飲みなさいよ」無理やりついちゃうってえと持ってる杯がこうかすかに震えてるなんて女の子は今はおりませんところがこないだ私と飲んだ女の子、居酒屋行って熱燗2本取って「おいいいか飲みなよ、私日本酒飲めない苦手、まあ、いいか飲みなさいよ」無理やりついじゃったと思ってるおちょこがこうかすかに震えてたんで、はあ今時こんな女の子いるんだなって見ておりましたら、その女の子お酒キュッと飲んだ途端に震えがピタッと止めました上には上がいるんだわなんてね、ああ飲んだりするのもおかしなもんで、まあとにかくお酒というものは楽しく陽気に飲むという、これが一番よろしいようでございますが、寅さん、寅さんよ、なんだい、俺の目の前にあるこの魚は何、どれ、それなんじゃないか、タイの塩焼きだよ、あタイの塩焼きね、でお前のすいて身が丸々くっついててよ、どうして俺のは骨ばかりなんだろうね、だってうめうめって食っちゃったじゃないか、あ食っちゃったのか俺、あそうか、あタイの塩焼きというのは食っちゃうというと骨ばかりになるということは俺知らなかったね。寅さん、寅さんよ、なんだい、あの小鉢に減ってるこっちは何、俺そう芋タコの煮たんだよ、あ芋タコのね、お前の吸ってタコいっぺん減っててよ、どうして俺のは芋しか減ってねえのかね、あとお前タコばかり寄って食っちゃったろ、あそっか、あ俺芋嫌いだからか、あそっか、なるほどね、寅さん、寅さんうるせえなおめえ、なんだい、あの酒なんてものはよ男同士煙くじゃらの手つき合わして「おっ行こう行こうじゃねえか」なんて飲むのが楽しいの、それともお姉ちゃんがちょいとおけいけいなんぞして横座りになって「あったお一ついかが」なんて飲むのが楽しいの、これどっちが楽しいと思う、なんだなおめえグズグズ言ってると思ったら、女呼びてんのか芸者、呼んだらいいじゃねえか、呼んだらいいじゃねえか、その呼ぶ俺銭がねえんだい、いいや俺が出していってやるから、呼びねえ、
本当？出してくれんの？あ、俺そうなったら呼んじゃうよ、俺。もう大いばらで呼んじゃうから。おーい、おーい、はーい。お呼びでございますか？何言ってんだよ、呼ばれるところに来たんじゃねえ。何かご用でございますか？用があるから呼んだんだよ。芸者、うん、芸者をね、一匹生け捕ってしてくんねえか？あら、まあ、物騒なお話で。はいはい。かしこまりました。この野郎、かしこまりました。いきなりでけえケツ持ち上げちゃうんじゃねえんだよ、お前。物には、もう、あつらい方、注文の仕方ある。あのな、分け芸者。新たな分けな。うん。やけにのっぺりしてやってね。てーんでもなきゃつーんでもねえんだ。うん。若え芸者やな。若えのダメだからって、お前、今年86なんてもっとダメだよ、お前。俺ら面倒見なくちゃなんなくなっちゃうんだから。うん。年間がいいね。年の頃は27、8、30でこぼこ。おつな年間がいい。で、ちょいとね、シャミがいけてね。で、踊りが踊れて、歌が歌えてね。で、あんまりこの酒を飲みたがらねえ。物を食いたがらねえ。祝儀を欲しがらねえ。帰りにいくらか小遣を置いておくような、そんな芸者。まあ、難しいご注文で。はい、はい。かしこまりました。この野郎、かしこまってねえで、早く立て働け。よせよ、バカな。おい、姉さん、勘弁して、俺の、用途足しやるんだ、これな。うん、これな。ほんの、花紙でいいか。うん、いいから、とっといてくれ。まあ、すいませんね。いつもお気使っていただきまして、ありがとうございます。ちょうだい、この野郎、祝儀もらった途端にペコ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 しや。まるで話しかみてえな女だな、おめえは、ほんとに。早く立て働け。よせよ、お前。姉さん、酌をしよったって、おめえ、くだらないこと言ってるから、ケツ上げたら下げたらしたら。って面白くねえや、全く冗談じゃねえ、ほんと。トラさ、また隣の座敷、芸者減ったみてえだぜ。いいじゃねえかい、こっちだって焦られたんだい。時期来るんだい。我慢しねえ。我慢しねえったって面白くねえや、隣ばかり女気があったんて。面白くねえな、こっちは。まあ、どうも、だーさま、お久しぶりでございます。まあ、ちょっともお見えがございません。またどちらかでもって浮気などしてたんじゃございませんの？なんち、ん？なんち、みどもが。浮気をしてっとか。いやー、そげなことはなか。うん。そげなことはなかたい。そうでもございませんでしょ。体操品川の方で大枯れなすってるって、もう、お調べがついてございますから。なんち、ん？みどもが、品川で浮かれてっと。あ？もう話が、うん。ついて、いやー、それでは仕方がねえな。うん。しばらく、品川の方へ登録しておった。そうでございましょ。お一人でございますの。それとも、お友達の方と。いやー、お半らもよしとったい。うん。あ、大友寺。大森宇治、蒲田、川崎、鶴見らと一緒であった。うん。五反田は砂川で別れた。まあ、何のお話だかよくわかりませんけれども。お久しぶりでございます。私、お酌をさせていただきまして。なんち、うん、おはんが酌をしてくれと。いやー、おはんのように可愛い山子に酌されと。うん。酒が二杯も三杯もうまく飲めるち。まあまあ、怖い怖い。すっかり遊びでおなれなす。あら。まあ、お料理がまだでございました。すいません、本当に。まあ、何をしてんだと。ダー様のお好きなお料理、何でございましたっけね。うん、みどもが好きな料理か。ああ、みどもが好きな料理は、赤ベロベロの醤油漬け。エボエボ坊主のすっぱ漬けだい。何でございます？赤ベロベロの醤油漬けというのは、マグロの刺すみたい。まあ、おマグロのお刺身が赤ベロベロの醤油漬け。エボエボ坊主が、はあ、タコの三杯酢、はいはい、かしこまりました。トラさん、今の隣の芋侍のセリフ聞いた？何あれ？赤ベロベロの醤油漬けだってよ。な、食い物があんのか、世の中。いや、俺、マグロの刺身ってのを知ってんだ、俺。え？なんだの？マグロの刺すむっての。な、食い物があんのか、世の中。え？なも食ったら本当に酒はまずくなんだい。バカ！今、隣に出し切れ。みどもんことをバカに。違います。お隣のお客様同士のお話じゃございません。それよりも、ダー様、お久しぶりでございますから、何か、お宝いか一つ、お歌になったらいかがでございましょう。なんち、うん、みどもに歌う歌いっとか。ああ、では何を歌うかの。うん。ああ、では、モズのくつばしを歌うたい。なんでございます？モズの、くちばし、まあ、珍しいよ。じゃあ、お三味線か何か。いや、三味線はいらんたい。陽気所でいいか。うん。松のくちばし、三郎病院のなぎなと、そうしよう、ころこそ、わっきりちょっきり、鍋の
すめかきゃたぬきゃの腹ずすみですっぽんぽんと寅さん何今の、え、歌歌なの今、おい誰か隣で締め殺されてんのかと思って食ったらね歌歌ってやるなんて、え、いや俺タヌキの腹包みって俺知ってるよ俺、え、なんだあのタヌキャーの腹包みってな、なんだキストロントに食い物だってみんなまずくなんだい、マヌケ今隣に座敷でみどもんことマヌケ、いや違います、違います、お隣のお客様同士のお話じゃございません、それよりもダー様今のお歌大層珍しゅうございますね、珍すぎたい珍すぎたい、よかったらお花も覚えて他の座敷でみんなで歌えぜひ勉強させていただきます、それよりもダー様お一つじゃお寂しいじゃございません、もう一つ何かおやりになったらいかがでございましょう、なんちん、みどもにまた歌いっとか、じゃあ次は何歌うかの、次は、ずー2ヶ月を歌うたい、なんでございます12ヶ月、まあこれも珍しいよ、じゃあのお三味線か何か、いや三味線はいらんたい、陽気じゃねえか、1月は松飾り2月は天帝皇帝3月は白祭り、どうしましょう当たり前の歌でございますんで、1月はお正月で松飾り、2月は初馬でてんてこて、3月は大節句で品松、4月はお釈迦様トラさ俺なんか家帰りたくなってきた、今度1月1だってやる、食ったらね歌歌って、あだけどよ俺寅さんの前だけどよ俺今の歌ね俺覚えちゃったんだよ、ほらあのほら1月1だろね、1月1は天帝御殿違ってるよ、あそうか、あ2月だね、2月1はお釈迦様違うよ、あ、そうか。あ、三月だね。三月は、てんてこてん？おめえらみんなてんてこてんじゃねえ。くだらねえ、歌歌って。いや、歌がダメなら、どどいつだってなんだってあんじゃねえかよな。え？四国、西国、島々までも、どどいつは小市の橋渡しってんねん。それを、一月だっしゃ。キャッシュやるじゃねえか、本当に。え？明けの鐘、ゴンとなる頃、三日月型の、くしーがー、落ちてる四畳半しゃら、こりゃこりゃ、まだ様お隣のお座敷こちらに負けない気になっておりますよ、どうぞだ様お隣のお座敷におまけになりませんように、負けんたい負けんたい次は何を歌うかの、次は利休を歌うから、おはんらも手拍子打ってみんなで歌え、いいか、利休へおじゃるならわらず吐いておじゃれ、利休は椅子わら恋椅子わら、させやのべのべ弥勒まんじゅうの一つふけたらくあんばくあんばパーッパトラさん俺なんか生きてんのやんなってきちゃった今度パーパーだって食ったらね歌歌える、俺ちょっと隣ってどんな面だか覗いてよしなよおめえ寄せてんだよ、いいじゃねえかよおめえ、隣座敷はおめえ大国自慢で歌ってんだよ、そんな野暮なまねすんじゃねえ、いいからよせ、でもちょいと覗いてどんな、よしなてんだよ、寄せてんだよ、よせおしっこおしっこだよ、やだよな怖い顔して寄せなんて行かないよ、大丈夫おしっこですよなんてんで、まあやっこさん廊下へ出てまいりまして、さあ隣座敷はどんな面をしているんだろう、襖を細めに開けて覗くんでございますが、酔っ払いでございます、頭が重くなっております、襖ごと中の座敷、あだだあだいけねえ、あ
すいません、ちょっととんだすうすうしやって、と私ちょっと酔っ払っちゃってるもんすからと、あいすいません、ちょっと酔ってるもんすから。鬼子、鬼子、うん、人の部屋に無断で乱入いたしよって、まさか人間の降ってくる天気でも安明し、何をこの野郎、何をまさか人間の降ってくる天気、そんな間抜けな天気がある、あてめえだな、さっきからてんてこてんのパーパーのたぬき屋の言ってなの野郎、てめえみたいな歌聞いてたらな、酒はまずくなんでい、バカ、おにこ、おにこ、おにく、何言ってや、てめえなんぞ弟に持ったためしゃねえよ、おら、兄か、兄かって、それしか言えねえのか、てめえや、てんてこてんのパーパーのたぬき屋、あこれだな、赤ベロベロの醤油漬け、てめえなんぞ口で食うにあたうかい、面で食え、何をいたすか、人の部屋に無断で何やっちゃっちゃって、人の目の手に赤ベロベロを投げつくって、もう勘弁ならん、それなおれ、たつきちゃん、あいけません、いけません、旦様、旦様、お方の、お方のお責めください、大変ですよ、2階でもってお客様同士は喧嘩ですよ、芸者が下へポーンと声をかけ、板場でもって職人がタラもどきという料理をこしらえてる真っ最中、お通気取って胡椒の子、ちゃ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 振りかけてるとこへ、大変ですよ、喧嘩ですよって声がかかったもんですから、やっこさん、この胡椒の子を持ったまんま二階座敷に止めに上がってまいりまして、どうすまどうすま、行きませんでございます、お方のお方のお納めください、おい女どもは何をしてんだ、女どもは、えそちらのお客様向こうの座敷へ連れて、いやそうじゃねえでん、こちらのお客さん向こうの座敷へ、まだすわ、お方のお方のお納めください、止め立ていたすな、止め立ていたすな、この者はな、人の部屋に無断で乱入いたしよって、人のメンテに赤べ赤べ拍手拍手、おおどっから切るんだ、切ってみろこの野郎、首から切んのかい、肩から切んのかい、ケツから切んのか、切ってみろこの野郎、切って開けとかなかったらな、取り替えてやる、吸い替えろったらこっちのもさ、切り切れよ、おい変なものをかけんな、変なもの、変なお肉に、はくしてはくし、ださだいけませんでございます、お方のお方のお納めください、そんなことしたら私がおかみさん、私がおかみさん、叱られるじゃありませんか、おう2階の喧嘩はどうなったい、心配するな、今故障が減ったんだいっぱいのお運びでございまして御礼を申し上げます。本当に今日は上野の鈴本さんという寄席がございまして、そちらを、昼席をやりましてこちらの方に伺ったわけなんでございますが、昼席というのは結構団体さんというのが多く入るんでございますね。で今日も団体さんが入ってまして、それがちゃんと黒板のところにこう今日はどっから、ね、何名様入ってきたとこう貼ってある、それを我々こう、見ながら、今日はここから来てんだなっていうんで、楽屋に入るというのはこれ決まりになってまして、そこにもいろんなことが書いてあるわけですな、今日の注意事項というのがね、目の悪いお客様が入りましたなんていうと、今日はじゃあ目のね、こう話題は一切避けようですとか、ね、今日は足の悪いお客様が入ったっていうと、じゃあ足に関する落語はじゃあ今日おしゃべりするのやめようという、そうい う黒板ホワイトボードがこう各席に必ず置いてございまして、この間頭の悪いお客様って書いちゃった前座がありまして、何だって聞いたら頭怪我してこう包帯巻いてた人なんですよね、頭の悪いお客様って書いてで、今日はそこに団体さんの、札がこうありましてね、コカ・コーラ100名様とこうしてあるんですよ。そういうとこからもやっぱり寄席にいらっしゃるんだなと思ってね、そうかと思って、でこれはやっぱり話し家としてね、何か落語の中に一つそういうものを織り込まなくちゃいけないかな、ね、そういうものを織り込むと、お客様喜んでくださるかしらって、これはやっぱり誰しもが思うことでね、で落語の中でもって、じゃあね、足が湯煎立て替えてね、すっかり支度して待ってますからって、こういうセリフがある落語はあるんでございますが、その中でもって、じゃあ岩なりにコーラの一本も用意しときますからって、私そこでピュッと言ったんです。
でそこがうわーっと受けるかと思ったらシーンまるで受けないんですね。俺があの赤いこういうロゴの入ったジャンパー着てる人はいるんですよ。だから絶対いるには間違いがないんです。これは100人、まるで笑わない、でシーンとなっちゃって降りてきて全然受けなかったよってんで聞いてみましたらば、その福島宮城山形のそのコカ・コーラのこの自販機を置いているその土地を持っている人を100人招待したらしいんでね、ですから結構東北の方が多くて、そりゃそうなんですよ。だって前方に上がってたのはあの上切の二楽さんという人が上がって、注文を受けるとみんななんか田植えとかそういうような注文しか来ないんだ、おかしいなと思ってたらやっぱりそういうことだったんですね。でそのコーラの人は受けないし、で普段寄せに来る人がそんな時代にコカ・コーラがあるわけねえじゃねえか、こういうとても厳しい目でこう。もうロレロレの講座になっちゃいまして、そういう講座を、踏んでこちらへ伺ったようなわけなんでございますが、その昔人間にはこの身分なんというものがあったそうですな。言わずと知れたこれはもう死の交渉というやつでございまして、一番髪を張りましたのがこれがお侍というやつでございます。往来の7部を侍が歩いて、で残りの3部ごくわずかなところを農工商という大多数の庶民が締めき合っていたという。ですからもうその当時噺家の歩くところはなかったそうでございます。いたんですよその当時も噺家は、どこ歩いていたかって調べてみましたらみんなドブの中泳いでたそうでございますけど、で、そのお侍の中でも特権階級、これは、お殿様といういわゆるこのお大名というやつでございまして、先祖あってと千軍万馬戦場でもって血けぶり上げて自分でこの南蛮国という禄を自分のものにしたわけでございますが、その後から生まれてくるもんってのはこれはもう生まれながらにしてそのうちの主でございますから、もう自然と人間がポーッとなっちゃってね、もう自分の思っていることが何でも思い通りになると勘違いをして早い話が市中おかごでもってご通行なんてことになる。もう普段はね庭先ぐらいしか見たことはございませんから、周りでこう見るもんがもう物珍しくてしょうがない、クーッなって見ている。そのうち向こうから綺麗なご婦人が歩いてきたりなんかするってえと、お殿様すぐにおかごを止めさせまして、家来の者をそばへ呼ぶってえと、これ要はあの女を好むぞなんてなことを言いましてね、私もよく神楽坂界隈で好むことがあるんでございまして、私の場合はただ好んでおしまいというやつでございまして、お殿様はそうはいかないですな。もうとにかく、家来の者がそばへ寄るってえと、そばめという形でもってご奉公にね、お屋敷にあげたんだそうでございまして、ではお殿様のご寵愛を受ける、生まれましたのが玉のような男の子、ご正室の方に男のお子様がいらっしゃらないなんてことになるってえと、こら大変な出世をしたもんだそうでございまして、昔から申します、女うじなくして玉の腰に乗るという、男うじなくして玉の汗をかくなんてね、えらい違いでございますが、おい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 八甲や、何をしてやんだお前は、全くは、呼びにやったらすぐに来なくちゃダメじゃねえか、本当に何をしてやんだよお前、勘弁してくれってんだよ。いやこっちはね、隠れてたわけじゃねえんだよ、隠れてたわけじゃねえんだけどさ、タバコ屋の2階でもってね、ガランポン勝負なんてことが始まっちゃったんだよ。でやってるうちにね、下へおふくろの気があってね、うちの八甲はいませんか、八甲は来てませんかって怒鳴ってやん、こっちはやっと目と出ているところをさ、これやめちゃうのは持ってねえから、おっちょっと俺、戸棚に隠れてるから、お前たちうめえこと頼むぜって、こっちはツーッと戸棚に隠れちゃった。だおふくろ上まで上がってきやってさ、うちの八甲はいませんか、八甲は来てませんかなんて怒鳴ってやん、だ友達ってのはありがてえもんだね、おあれ近頃来ませんよ、あれ鼻の頭は見せねえな、なんてうめえこととぼけてくれたんですよ、ところがね、あの与太郎、あいつバカですね、あいつは、ここにはいませんよ、戸棚の中にもいませんよ、じゃめっかっちゃったんだよこっちは、おふくろ言ってどうしたいって聞いたらね、どうしたじゃないよ、大家さんが呼んでるから大変だ、大家さんが呼んでるから大変だよ、大家さんが呼んでるから大変だ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 ってこう言ってやん、で足は言ってやった、何言ってやんだよおふくろ、大家が呼んでるから底辺ってことはねえんだよ、大家が呼んでるなんての底辺はね、タナチンの生息に違えねえんだ、こっちはね銭があってタナチンを払わねえんじゃないんだよこっちは、銭がねえから払えねえんじゃねえか、世の中に銭がなくってね、タラチン払ってるやつがいたら、俺はスラヤロに相手やってんだ、俺は。何、えばってやんだ、この野郎は。そんなことお前呼んだんじゃないんだよ。
そんなことで呼んだんじゃないの？あ、そう。じゃあもう、タナチン諦めた？諦めやしねえや。ちゃんとお前、月に一つずつ入れてくんだくしゃ困る。そんなこと呼んだんじゃない。実はな、お前の妹のおつる、あれが今度、大変なことになったぞ。ほう。なんか持ってずらかった？バカ野郎、お前とは違うんだよ。あのお屋敷にご奉公に上がってたおつるが今度、およとりを産んだよ。およとりを産んだんだよ。あ、そう。そら大変だ、そら。でもそういうことはね、足に行ってもらっても困んだ、そら。おふくろの方に掛け合ってくんなくちゃ。そら因縁なんだから。えらいことになったね、そら。鶏なんぞ産んで。バカだね、お前。誰が鶏なんぞ産むんだよ。およとりだよ。ほうほうほう。ミミズク、どうしてその話がわからん。男のお子様をお産みになった。ご性質の方に男のお子様がいらっしゃらない従って、おつるの産んだ子供がこれがおよとりということになって、おつる、片様といってお片号というものをいただいて、奥様と同じお全部がいただけるようになった。これは大変な出世だぞ。で、お殿様が言うにはな、お前には一人の兄がいるようであるが、ぜひ会ってみたいてんで、まあ、今、お屋敷からご家来が迎えに来たとこだよ。お前がいないから方々を探しに回ってな。まあいいからな、これからお屋敷行ってきな。いいからお屋敷行ってきな。勘弁してくれってんで、嫌なんだ俺、ああいうとこ行くのよ。大勢りゃんこが嫌なんだろ。資格ばってやってさ、嫌だってんだ俺、行かねえってんで、冗談じゃねえよ本当に。嫌だ俺ら、殿様と付き合うなんて。お前なんか勘違いしてねえか、おめえや。誰がお前と殿様が付き合うんだよ。向こうで会いたいてんだから会ってくりゃいいんだよ。行きゃ損はないんだから。何、そうもないって何かくれんの？おもくろくをくださるよ。おもくろくをくださるよ。なんかタバコかなんか？何が？おもくもく？おもくもくじゃない。おもくろく、ご金子をくださるよ。金くれんの？ありがてえな、俺そうなったら助かっちゃう。いくらぐらいくれんだい？そうだな、お前はおよとりを産んだおつるの兄だから、どう少なく見積もってもこれは百両はくださる。百両？本当にくれんの？ありがてえな、俺百両もらったら助かっちゃうんだ。もう方々借金だらけだからよ、片っ端からタン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 って払っちゃうよ。大家さんとこへ溜まってる魂なんざまとめてタンって払っちゃうから。ぜひそうしてもらいたいな。当たり前だよ。でこっちはね、店賃が溜まってるから大家さんだなんだっつってペコ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 しなきゃならねえんだよこっちは。店賃ちゃんと入れてるや、お客様だこっちは。なんだ大家こんちきしょってのもんだい。お前まだ払ってねえじゃねえ。あの大家さん、何を言ってんの。だらしのねえやつで、ああ行ってこい、行ってこいったってそのなりで行っちゃいけないんだよ。ああいうとこに行くにはちゃんと紋付き袴ってものをつけていかなくちゃいけねえんだ。お前なんぞ毎日プラプラ遊んでばかしいるから紋付きなんぞ持っちゃいねえだろ。無事ですよ。よくねえやつだったらね、ひたすらやりますよ。ああそうか、よくなくたっていいんだよ。ああいうものは例のもんなんだから、形さえ整ってりゃどんなに粗末のもんでも構わない。そうか、お前紋付き袴持ってるのか。そりゃお前にしちゃ関心だ。じゃあ何か、うちにあるのか。うちにねんつよ。おお、七にでも入ってんのか。七にもねんつよ。じゃあどこにあるんだい。どこってね、その大家さんの後ろのさ、タンスの上から3番目の引き出し入ってんつよ。これはあたしんだい。そう、それを借りるんだい。なんだこいつは。決めてやる。お前よく上から3番目の引き出し入ってんの知ってんな。こないだ留守に来て調べたの。おいおいおい、泥棒だよ、ほんとよ。おい、ばあさん、嫌な顔しないで出してあげなさい。そう、いいから、タナコの出世のためだ。その汚い着物抜いてな。ああ、袴の付け方難しいぞ。キュッと結んどかねってと、後ろがずっこけてるなんてのはみっともねえな。おい、何をしてんだい。何を、ちょっと、おいさんね、ちょっと、ハサミ貸した、ハサミ。ハサミなんぞどうする。いや、これは紐が余っちゃったからよ、こう切っちゃうかと思ってね。いちいち袴の紐切られてたまるか。それは束ねて挟んどきゃいい。ああそれでいい。それからその髪が乱れてるからな、手に椿をつけてこうやってなでつけてみろ。そうだそうだ、それからそのな、ハケ先が乱れてるから手で一つ一本キューってんでこいてみろ。おおお、孫にも衣装なんてこと言うが全くだ。よく似合うな。いいからそこへ座り。何かお前お屋敷は知ってるのか。知ってるよ。こないだおふくろとしてつらっと歩いてたらね、ここがおつるがご奉公に上がってるお屋敷だぞなんて上がって見ちゃったよ。またあれ大きな屋敷だね、あれね。あの雨こんなとこトグロ巻いてんのかと思ってよ。蛇だよそれじゃ。
じゃあお前お屋敷は知ってんだな。じゃあ向こう行ったら御門番さんがいるから、いずれ通ると聞かれたらば、お城敷へ通りますとこう言うんだ。分かったか、お城敷、どなた様にお目にかかりたいと聞かれたらば、田中三太夫という方にお目にかかりたいと言えば、これは間違いがない。それからお前はね、その言葉が乱暴でいけないよ。ああいうとこ行ったら丁寧な言葉を使わなくちゃいけねえぞ、うん、言葉の頭にはおの字をつけて、おしまいは立て祭りますと、何々でござり立て祭りますとこう言わなくちゃいけない。分かったか。へい、わかった。へい、じゃあおじさん、ちょっとゾーリ貸して。ゾーリ。ゾーリなんざ履いてがなくたっていい。いや、そうじゃねえんちゅう。どの下駄があんだろう。下駄ねえんちゅう。なんだねえってな、こないだ下駄変えちゃってね、ええ、それからずっとこっち裸足で表歩いてんの。犬だね、まるで。ちょ、足が汚ね。そんなことねんちよ。足洗って上がるから普段より足きれいなんだ。だけど今日は急いでるから洗わねえ。あら、なんだ、足跡だらけんな。おい、ばあさん、そのバカになったふりしてこう笑うんじゃないよ。私が後で拭くから、もういいからね。もうとにかくな、その草履なくすんじゃねえぞ。へえ、分かりました、行ってきやす。なんてんでさ、これから一旦家へ戻るってえとおふくろさんにこの姿を見せまして、大丈夫だよ、任しとけってんだよ、ちゃんと大家に教わってきてんだから、もう粗相はね、間違いねえから行ってくれ。ありがてえね。まさかうちの妹がな、お鶴の方様なんて知るもんだとは思わなかったで。今頃御殿女中に取り巻かれてね、俺の噂かなんかしてんだい。あなた様のお兄上様のお面つきはどうでござり、立て祭り場所をやーかなんか言われてやんだい。俺そこへ一人で行って一人でモテちゃうね。ありがてえからと。あ、こだこだ、どうも、こんにちは。おー、なんじゃそれは。へい、どうも、こんにちは。こんにちはではない。トイレットもすがわからんか。ですから通って中へ。中へではない、門の前を通ってあちら行け。いや、そうじゃない、今日ここに用があってきたんですよ。何、ここに用があって参った。何の用で参った。いや、実はね、こちらの大将のレコがね、あっちの妹なんですよ。なんじゃ。ですからね、こちらの大将のレコがあっちの妹なの。なんだかわけのわからんこと申しとる。まあ、しかしな、紋付きに袴をつけてる間違いはなかろう。うん、して、いずれ通る、あのね、あそこ生きてんだ、あそこ、ほら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 、くだらねえこと言ってから忘れちゃったじゃねえかと。あそこなんだよ、ここパーッと白けんだよ、パー、お風呂敷。お風呂敷ではない、それを言うならお城敷。ああ、そろそろ目でそこまでしてて横着な。何を申しとる。どなた様にお目にかかる。あのね、で、田中三太夫って人がいるでしょ。これプレモン田中三太夫という人というやつがあるか。あ、そうすか。じゃあこれは人じゃねえんですか。何を申しとる。人には違いはないが、田中殿は当家の五重役だ。では拙者が案内をするとこちらへ。拙者の指の先を見、爪が生えてます。そうではない、爪の先を見んか。赤が溜まって汚いです。何を申しとる。これをまっすぐに行くわ、すると左の方に大馬場があるわ、その先に柳の木があるわ、その下に井戸があるわ、さっきから何か出るわ。何も出やせん。分かった。へい、分かるし。驚いてパー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 言ってやる。本当に、おい、こんな大きな屋敷に本当にうちの妹住んでんのか。おい、冗談じゃねえな、まったく。へえ、と驚いちゃったな。左の方に大馬場があるわ。おばばなんぞねえじゃねえか。腹っぱがあるっきりじゃねえかよ。その先に何だい。お、柳の木があるね。で、その下に、お、井戸があって、ここだよ。また恐ろしく大きな玄関だね、こら。どうも、いるのかな。来てよ。ちゃう、誰もいねえのか、この家は。お、呼び出してて留守か、おい。俺帰っちゃうぞ、このまま。これで帰るって、まあ、リャンコがリャン迎えに来やがんだ。冗談じゃねえな、まったく。ちゃう、ちゃう、立て祭るよ。おー、何じゃそれは。立て祭るんだよ、それ。立て祭る、何を立て祭る。いや、別に何も立て祭らないんで。欲張るね。何を申したの。出入り町人であれば作事の方へ回れ。そうじゃねえ、今日ここに用があってきたんですよ。何、ここに用があって参った。どなた様にお目にかかる。あのね、田中三太夫って殿がいるでしょ。変なとこに殿をつけたな。田中殿は当家の五重役だ。してその方の姓は、その方の姓は、五尺にちょいと足りねえんですよ。ない、そうではない、その方の名は何と申すと聞いておる。あっちの名前はね、八五郎てんで。何、八五郎てん。
長老毛と申すか。何を長老毛、そんな間抜けな名前じゃねえんだ俺は本当に。八五郎ってんだ、八五郎、八五郎な、な、なに、八五郎、八五郎。あ、ではお鶴の方様、お兄上、八五郎殿は貴殿でござったか。貴殿だよ俺は。おお、貴殿だよ。早いとこ気づいてくんなきゃ困るよこっちは。いやいや、こら失礼つかますと。ああ、田中殿を最前からお待ちかねでござる。うん、身に続いてどうどうなさい。え、身に続いてどうどうなさい。へえ、じゃあまああれは得意じゃねえんだあれね。堂々巡り、堂々巡りではない。え、な、何が、あ、一緒に行くのを堂々ってのを。あ、そう、じゃあ一緒に行かねえのは。はいはい、何を申したの。よいか、ついてまで。あ、ちょっと、まあまあ、おゾリを置いてっていいですか。構わんぞ。構わん、そう、お前さんね、それ自分のもんじゃねえから、そういう軽いこと言ってんだよ、これ。これ、大家の借り物なんだ、これね。で、あの、大家しみったれだから、なくすとうるせえんだ、それさ。こう、懐へ。何を申しておる。門番がおるから安心せい。あ、そうっすか。ちょ、これ置いてきますよ。え、なくなっちゃったらお前さんの借りてきますからね。お願いしますよ。え、しかしなんだね。このまあ、不審ときたらまあ、どうだい。俺たちの不審とはわけが違うよ。立派な作るで、どんどん行っちゃっちゃいけねえってんだよ。こっちは初めて来たんだから。道がわかんねえんだ。そう、どんどん行っちゃい、ちょいと、親方、親方なんだ親方とは。そのな、名前が分かんねえからそう言っちゃったね。そこへ控えておれ。え、そこへ控えておれ。え、引き返る、何を申しちゃう、待っているんだ、なんてんで、まあ若侍は頭から湯気出して怒って引っ込んでしまう。入れ替わりに入ってまいりましたのが当家の重役、田中三太夫というご老体でございまして、うん、ああ、おいで。貴殿が八五郎殿だそうだな。へい、あっちゃ八五郎てんで、おばはんなんてんで、おまはん、あ、拙者は当家の重役、田中三太夫と申す。ああ、三ちゃん、三ちゃん、これは聞きしに勝る御仁でござるな。ああ、殿も最前からお待ちかねでござる。身に続いて堂々なさい。堂々ってのは何でしょう。一緒に行くことでしょう。さよ、こっちは何でも不調を心得てんですから。わかりました、行きましょう。しかし何だね、お屋敷なんてのはなかなかこれで広いもんであんね。これでなかなか広いであろう。これで田無にどのぐらい、余計なことを言うな。あ、これをまっすぐに行くわ。あ、ここをな、左に曲がる。あ、ここをな、右に曲がる。お廊下を渡って、また左に。おい、ずいぶん曲がるんだね、このうちは。帰り送ってっておくれよ、道が分かんねえんだから。あの犬だったらね、柱の角にシュッてやってくんだけどさ、こっちはシュッてやったところで、てめえでてめえの匂いがわからねえとしてんだ。だらしがねえんだ、本当に。冗談じゃねえ。あれ、ちょっと、三代さん、どうしたの。こんなとこでうずくまっちゃったよ。ちょいと、三代さん、具合でも悪いの、どうしたの。はい、何をいたしておる。いや、なんか猫かなんか紛れ込んで。そうではない、午前前である。はい、午前前である。そうなんですよ、足も今朝から何にも食ってないんです。そうではない、音の間近である。なんだ、なんその音の間近ってな。何、襖の向こうに殿様いるの。やだよ、そういうこと早く言ってくれました。おお、どうするの。前出んの。前出たよね。ここ座んの。座ったよ。で、どうすんの。つむりを下げんか。つむりを下げんか。何、頭を下げ、やろう。人の頭へむやみに手がけんなことやろう。街中でやったら喧嘩になっちゃうよ、本当に。屋敷の中だからいいんだよ、本当に。頭なら頭って嫌いじゃないか。つむりだつむりだって不調で言うな。いや、不調ではない、なんて大変な騒ぎでございまして、襖が左右に開きます。正面に座っておりますのが当家の主、お鶴の方様。ご家来衆がずらーっと居並んでおります。大大名でございまして、これ三太夫、鶴の兄八五郎と申すはかの者か。これ八五郎、苦しゅうない、表を上げい、表を上げい、表を上げ、三太夫、かの者はいかがいたした。はあ、何をいたしておる。表を上げんか。表を上げんか。表、
おて上がらないよ、上がらない、なぜ上がらんって考えたって分かるそうなもんじゃないかよ。土台がこんだけしっかりしてんだよ。これを持て上げようと思ったらよ、職人を連れてきて道具箱を何を申しとる。そうではない、顔を上げんか。あ、顔かよ、顔だったら上がるようにできてんだよ。大丈夫だよ、任せてる、顔上がるんだろ、ずーっとこと。こらいけねえや、前がピカ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 光っちゃって、これ本当に目が開けるんで、これ驚いたな、これと。俺八五郎、そなたを呼んだは代々木にあらず、この度鶴が安産をいたし、ゆとり茶によって世は満足に思うぞ。その方はどうじゃ、その方はどうじゃ、どうじゃ、うん、三太夫、頼むのはいかがいたした。はあ、何をいたしておる、即答ぶたんか、え、即答ぶたんか。ぶって構わないかい、構わんから早くぶて。そうかい、じゃあ勘弁してくれよ。なぜ人も免停を打つ、勘弁してくれよ。言葉が分かんねえからやっちゃう。お前さん顔ニュッと出してそぼぶってそぼぶってってかポカッといっちゃったんだよ、こっちは。勘弁してくれよ、分かんねえんだから。どうすりゃいいんだよ、うんうん、殿様とあっしと話をすりゃいいの。任せてる、大丈夫だよ、ちゃんと大家に教わってきてんだから。そうそうはねえよ、大丈夫だ、任せて、大丈夫。お殿様にござり立てまつります。私ことはお八五郎様と申し立てまつります。今朝早くに大家様がお呼び立てまつって、お前のお妹様のお鶴様がお子をお呼び立てまつったから、お屋敷に行けなどと申し立てまつる。お屋敷に行けばご損はないなどと申し立てまつる。これ三太夫、かの者の申すことは世には一向にわからん。世の前へ無理に言葉を改めておる。法有に物申すようでよいとかの者に申し伝え。はあ、何を申しておる、その方は立てまつる、立てまつる。お上にはその方の申すことが一向にわからんぞ。そりゃそうだろう、言ってる俺だってわかんねえんだから。ありがたい仰せであるぞ、法有に物申すようでよいと。なんだその法有、何にもわからんやつ、うん、友達に話すようでよいのじゃ。え、普段やってるでいいの。おっ、そなたらこっちはね、しべこのうさぎ。何がうさぎ、仕込んでろって。どうも殿様、ありがとうございます。いや、実はね、朝早くにさ、あの大家のデコボコがあっちのこと呼ぶんだよ。こっちはさあね、タマチンの生息だと思ったらそうじゃねえってんだよ。お前の妹のおつるがおよとり産んだ、およとり産んだって言うからさ、こっちはニワトリ産んだのと勘違いしちゃったんだよね。そうじゃねえんですって、あの男の子産んだらおよとりってんですかね。男の子産んだらおよとりってならよ、女の子産んだら面取りとかなんとか言いそうなもんだってんだよ。なあ、おなあ、おうてやつがある。俺三太夫控えて、俺八五郎、そちゃ笹は食べるか。え、あっしゃ熊じゃねえからね、笹とはまだこう食ったことで。そうではない、酒は飲むか。え、酒、酒とぐらいこっちは浴びる方なん。おお、さようか。俺かの者に全部を取らせ。おお、やだな、俺なんかまた変なこと言った、俺しくじった。え、何が、そうじゃねえの、うん、殿様があっちに酒ごちそうしてくれんの。そりゃまずいん、そりゃまずいよ。俺だって今日手ぶらで来ちゃったんだもん、今日。いや、ちょいと挨拶してつっと消えるつもりでいたんだよ、こっちはよ。え、そうと知ったらこっちはわさび漬けかなんか土産持ってきたんだけどさ。そりゃ悪いで。おらおら、なんだいこら。やばれの着物着たお姉ちゃんがこんななってお膳運んできやって。おら、どうだい、ずらっとごちそうが並んじゃったこら。俺見たことないの食い物ばっかりだこら。じゃないか、こうみんなで待って、飲み食いして、うわーっと騒ごうって。何が、そうじゃねえの。うん、これみんな俺のもんかい、これ。これ一人前かい、これで、これみんな俺のもんかい。片付けてくれ、片付けてくれ、冗談言っちゃいけねえよ、本当に。こっちはね、はばかりながら本物の酒飲みだよ、こっちは。魚を荒らさねえのが自慢なんだよ、こっちは。んと指しゃぶったってゴンゴーぐらいの酒はキュッと飲めんだよ、こっちは。だ、こんな並べちゃって、ほんと見え張ることねえんだよ、こんなに。お互い懐は苦しいんだよ。これ乱暴なことを申すな。これ、三太夫控えておれ、八五郎存分に飲めよ。へい、ありがとうございますってんでさあ、これから、すきっぱらにもガブ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 うまい酒を飲んだもんですから、すっかりよっこさん酔っ払っちゃいまして、へへへへ、どういい心しい、酔っ払っちゃったよ、ほら、どうも。
スキプラやったら本当にもういい頃の自信になっちゃった本当に。殿様なんてな普段からこんなうめえ酒飲んでやんだよな。え口元に持ってくるって言うと酒の方から口へピューって飛び込んできやる。そこへ食ったやと俺たちが飲んでる酒なんてな、え口元に持ってくるって言うとこれ酒の方が飲まれんのが嫌でね、うん、お上際が悪いやいこっちの鼻へツーンと来やる。それをこっちは何をこの野郎ってカーッて飲むからもう頭ん中で暴れやってたまらねえやんだけど、おっ三代さん、いいからこっちしての。え何が、うん、部長法でござる。何が部長、部長法って顔じゃないよ、切れねえなっきり包丁みてえな顔してやるって。大丈夫、お前さんがそこいるってと酒まずしょうねえんだ、さっきから。え無礼でござる、無礼でござるってもうまずしょうねえからね、ちょっともうあの次の前でも言ってね、え9足でも10足でも好きなことやっすぐるってんだ。何がえ無礼だ。何言って無礼があるわけねえじゃねえかんて、無礼があるわけ、俺と殿様の仲だよ、無礼があるわけねえじゃねえか。本当だよ、殿様あんな竹とく座ってねえでよ、ここまで降りてきて俺のことを兄さん兄さんって呼ばなくちゃいけねえんだ本当よ。いや本当に呼んでくれってんじゃん、そういうもんだって話だよ、なんてやだよすぐにそれ、うん、本気にしちゃうよ、いるんだよ人の言うことすぐ本気にする、うん、な話家の言うこと聞いちゃダメだよ本当に。だいいからすっこんでてくれってんだよ。どう父さんあれだ、すっかりいい心の人になりまして、あの うちのねおつるね、いい子でございましょ、かわいがってやっておくんだよね、もう生まれてこの方あっしにもおふくろにも口返答したことはね、あのいい子でございますからね、生涯一つかわいがってやっておくんで、かわいがって、よおいそこいなおい、おつるじゃねえか、なんとバカ野郎め、そんなとこ嫌って、おいおつる、これ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 、ブレーブロブレーブロ、何がブレーでしょう、何が無礼だってんだよって兄貴と妹が話をして、何が無礼だって控えておれ三代畜生め。なんだおめそこいたのかよ、なんだ俺ちっとも気がつかなかった、もうピカ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 光っちゃってるからよ、おちっとも気がつかなかったよ、えいい女になりやがったな、はあ、そらそうだおめだってな、ああ年は若んだよ人並み以上の、ああそっぽしてやんだ、磨きゃきれいになるわな、うん、男の子生まれたってな、おめでとう、あんちゃん喜んでるぞ、あんちゃんどころじゃねえや、もうおふくろなんざ大変だ、もう町内中駆けずるなってやん、うちのおつるが男の子を産みました、うちのおつるが子供を産んだんですよって、まるでてめえが産んだみてえに喜んでやんのよ、本当だよ、おしめとか洗う人いるの？なんならおふくろよこそうかこっちへ、うん、そういうことは周りの皆様がやってくださる、そうかそりゃよかったな、うん、だけどお前は男の子産んだからなんつってえばしちゃいけねえぞ、いいかな、周りの皆様に可愛がられるようじゃなしちゃいけない、ああ男の子産んだからなんてこんな天狗みたいにえばしちゃいけない、そこはお前は助裁なくやらなくちゃいけねえぞ、うんな、うん、あの名前つけたの？まだか、そうか、じゃああんちゃん名前つけてやろうかな、せっかくだからな、名前どんな名前が、あどうだあの菊之丞なんて名前はどうだよお前、えうんうん、そんなせこな話かみてえな名前やか、そうだな、じゃあなんかいい名前つけてもらえな、うん、よかったよかった、うよかったな、うん、おふくろがよ出がけにメソ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 泣いてやんだよ、おふくろ何泣いてんだいって聞いたら、身分の違いってえのは情けないもんで、
初孫の顔一つ見られないよなんてメソついてやっから、何言ってんだよおふくろ、こんなめでてえ時にメソつくなってんだよ。俺はおめえの分まで顔を見てきてやっから寄ってんで、それで俺はわざわざここへ出てきたってわけなんだ。俺はなおめえちょっと頼みやんだ、その赤ん坊よ、いや抱かしてくるとは言わねえよ、抱かしてくるとは、そんな殿様の子供をしもじものもんが抱く、そんな大それたこと、いや考えちゃいない、物陰からでいいんだ、物陰からでもいいから、その赤ん坊の顔おふくろにちらっとでもいいから見せてやってくんねえかい、そうしたらなおふくろ何喜ぶか知らずんで、ちゃんバカだからよ、おふくろに親孝行なんてことはこれっぱかりもできやしない、おめえだけだそういうことできんな、なだからチラッとでいいんだ、チラッとでもいいから、おふくろに赤ん坊の顔見せてくれる、おめえから殿様の方に一つ頼んでみちゃくれねえか、頼んで見つくれる、やってくれんのかい、頼んでくれる、そうか、ありがとう、じゃあこれでもって、もう何を思い残すかだね、いや、ほんとね、おふくろに土産が一つできた、めでてえな、ちくしょう、めでてえ、ちくしょう、何ジロジロ見てんだ、ちくしょう、俺の妹なこにしようってグズグズ言ったら俺連れてけっちゃうからな、殿様と申し訳ねえ、せっかくのめでてえ酒がすっから湿っぽくなっちったよ、これちょいと様子が俺ガラッと変えてんで、歌かなんか歌えてえと思うんすが、どうすか殿様、おお何か進化はあるか、時々分かんないこと言うんだよこの人、そりゃあっしも男だからよ、一つだけあるよ、見せい、やだやん、冗談じゃねえんだ、こんな大勢人がいるのは恥ずかしいよ俺だって、な何が、そうじゃねえの、珍しい歌で勘違いしちゃった驚いちゃう、そんなこと言うわけねえと思ったからいや珍しくもねえけどもさ、殿様、どうですか、ドドイツなんて知っちゃうんですか、ドドイツ、知らねえ、ああそりゃいけねえやねえ、そりゃドドイツ知らなきゃ人間が生きになりませんぜ、こんなのはどうですかね、あざな立てし座瓶かき上げて忘れシャンスな今のことなんてな、いい文句でしょ殿様、おおさようか、おやだなおい、ドドイツ聞いてさようかってのはねえじゃねえか、もっとこうヨヨとかなんとか言ってくれってんだよね、明けの鐘ゴンとなるくる三日月型の櫛が落ちてる四畳半なんてな、どうぞ殿様、ヨーヨーやだよそのね、いやいいってもんじゃねえんで、もっとこう調子つけてヨーヨーって言わなくちゃいけないね、別れがつらいと小声で言えば閉める博多の帯がなくらっしゃら、こりゃこりゃって、おいどっか行こうか、殿子、殿子ってやつが八五郎出世をいたしまする、めか馬というおめでたいお噂でございました、ありがとうございます。